に抱きついて頭を撫でると落ち着いて全力でパパを殴って日増しに力強くなってたまに本気で痛いんだぜそんなとこすらも愛しいぜでも今日はイチゴは買わないぜおめでとうあなたのこと思い浮かべながら歌うたいはただ歌うよ豪華なもの買えないハッピーハッピーバースデーパパも昔パパのママにこうやって言われたよ病気になるからあそこだけはよく洗いなさいパパも昔パパのパパにこうやって言われたよスリランカの首都はスリジャヤワルダナプラコッテおめでとうあなたのこと思い浮かべながら高価なもの買えないからおめでとうあなたの笑顔が見たいからたまには真面目に言わせてよハッピーハッピーバースデーおめでとうあなたのこと思い浮かべながら歌うたいはただ歌うよ高価なもの買えないからおめでとうあなたの笑顔が見たいからドイツ語で言わせてよババアタジ愛する娘そのシールすごく気に入ってるみたいだけどそれパパじゃなくて粉木ジジイだよ粉木ジジイだよおめでとうあなたのこと思い浮かべながら愛する娘そのシールすごく気に入ってるみたいだけどそれパパじゃなくて粉木ジジイだよ粉木ジジイだよおめでとうあなたのこと思い浮かべながら歌うたいはただ歌うよ高価なもの買えないからおめでとうあなたの笑顔が見たいレディースフリーというねたまには真面目に言わせてレディースフリーって意味わかりますか皆さん、女性ただという意味でございます。いいパパできなくてごめんな。酔っ払って深夜に帰って。なんか聞こえた。あ、僕あ僕喋ってます。ルー喋ってます。はい、おかしいのかな私の CM はい、高田のラガの、宣伝が映っております。毎週水曜。ラジオあラジオ形式になってますね今ちょっと画像が今映ってないもんではい、毎週水曜心配必要というね触れ込みでやっておりますけど、もう10年ぐらいねやってるレゲエのイベントなんですよこれあの高田のババの DJ バーシグナルでもう少しお待ちくださいとシンゴ関さんが、こんばんはと言っております、伸ばしてくれというね、あれがのびるくんばりのジェスチャーがあの斉藤さんの方から来ておりましたけども、あれですねもうホワイトですねホワイトデーですね世の中はねもう完全に今ラジオの感じになってますけどね俺何を見ながら今ラジオやってるのかっていう。これでももうアバターの方がなんかいっぱい来てるんですけど、みんな来てるくれてるんですよねこれ。はい。始められるの？あ、もうルイの音だけ入ってたよね。
木曜日よりの使者。おはようございます。おはようございます。始まりました。いやいやもう、はい、先週ありがとうございました。あ、お帰りなさい。あ、ただいまです。はい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 。早速あれですね。もうちょっと普段着ない色着てますけど。そうですね。はい。オーブンちょっとね、はい、機材トラブル、機材トラブルが、はい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 、よくあるやつですね、よくあるやつです、はいはい、いやいやいや、ちょっと思い出話をたくさん聞きたいんですけど、はいはいはい、はい、もう聞いていいんですか。はい、別に。でどうだったんですか。ディズニーに行ってきたんですよね、アメリカで。ディズニーというか USJ メインですか。 J っていうかユニバーサルスタジオフロリダ。あ、 USJ じゃないわ、 UFFUSF。USF か。ですかね。はい、なんですかね、はい。はい。に行ってきたんですか。と、NASA ですね。NASA。ディズニー行ってないですか、まさかの。一日だけ。ああ、あんなにあるのに。アニマルキングダムっていう。はい。それディズニーの中で言ったら、ディズニーシー、ディズニーランド。まあ、違う、みたいなことですか。僕らがディズニーランドって呼んでるのは、はい、あ、もう全部でディズニーランドなんで、はい、僕らがディズニーランドっていうのは、向こうでいうマジックキングダムっていう、はいはい、そういうパークがあるんですよ。はい、そこがディズニーランドなんですよ、その日本でいう、はいはい、マジックキングダムという場所があって、でそのまあディズニーシーンに当たる、シーンに当たるとかないんだけど、なんかまあまあ言ったらディズニーハリウッドスタジオとか2個しかないじゃないですか今日本には。はいはい、それが8個ぐらいあるんですよ。でそれは、その何ですか今言ってた、その行ったところがそこに該当する場所なんですか。あ、そうですそうです、8個ぐらいあるところ、この1個の、アニマルキングダムってとこに。すごいっすね。そんなことになってんですか。アバターっていうのに乗って、あの映画のアバター。あります、はいはい、アバターの世界がもう作られてるんですよ。もうすごい世界が作られてて、はいはいはい、そこに行ってきた感じですね。アバター乗ったんですけど。3時間並んでね。ちょっと待ってください。そんなに広いのに、で、いっぱい場所あるのに、3時間並ぶんですか。人口は10倍ですからね。マジっすか。日本の。違う。アメリカの。そっかそっか。人が多いんだ。そもそもね。もう別にそこら辺だったらたこ焼き屋とかもうなんか何でも儲かりそうな気がしますね、そんだけ人いたら。そうですね、なんかアメリカンドリーム、何やっても儲かりそうな感じします。お酒もらえますか。あ、そうですね、はい。あ、お酒もらえますか。すごいな。あ、ありがとうございます。姫おはようございます。あ、今日もね、可愛い感じでね、本当だ。はい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 。俺先週あれでしょ、全然飲んでないでしょ。僕ですか。うん、めちゃくちゃ飲んでる。おそらく。あの姫の出方が全然少なかったような気がするよね、なんか。あー、言ったらここでは飲んでないです、僕。だからそう。それ。いや、もうそこはほら。お酒が全然減ってなかった。それQさんのやつじゃないですか。あ、そっか。言ったらもう ここではもうゆっくり、いや、基本ゆっくりしか飲まないんで、僕。うん、もう。そうですか。そうです。なんで今急に京都になったんですか。京都かよって言うのかと思った。先週の中見たんすか。俺もう忘れてました、それも。ひどいね。ひどいね、お前。忘れて、京都かよって言ってくれるのかと思って。いや、もう完全忘れてました。もう飲むどすよ。はい。いや、それ京都じゃないですけどね、多分。一気しなはれ。ああ、じゃあ。今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。姫、お願いします。今日も。あ、うまい。あ、お願いします。入ってなかったですね。入ってなかった。入ってなかったですね。答えに。いやー、でもすごいな、アメリカ。いやいや、すごかったですよ。そんなことになってんですね。もう、こっちの放送が気になって気になってね。もう今日大丈夫かな。でもあっちでも見えるは見えるんじゃないですか、ショールだけど、これ14時間の時差があるから。ああ、朝のもう早朝とか。早朝じゃないです。これ11時放送なんで、はい、朝、昼の、夜だから昼の10時とか。ああ、じゃあもう海で遊んでる時。そう。いや、見てくださいよ。いやいや、そのぐらいは。ネット環境がさ。ああ、なるほど、はい。ポケット Wi-Fi、あれがあるんで、その、制限が。ああ、そうですね。そうそう見れないんです。はい、だから Wi-Fi の整ったところに行った時にちょっと見たんですけど、
1時間1時間がっつり見れる、うん、その時間は取れないなるほどいいし、まあそうですね、はいはいはい、あ一つ、はい、僕そんなに動かないですかね。えそんな話しましたっけ。はい、姫動かない。姫クイズ。えお前らに記憶そんなない人なの。え全然覚えてないです。先週の記憶なんすか。姫クイズの正解が慎吾さんだったでしょ。あああったあったあった。はあそう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 。俺あんな動かない。ああ。俺もっと動いてるしつって。突っ込んだ。見ながら突っ込んだ。いや、もっと動いてるよつって。そんな動いてなかったっけ。お前ダメだ。話になんない。全然覚えてない。お前な、記憶とか全然ないじゃん。あ、記憶とか全然ないです、僕。もともと。はい、もうもともとないです。2メガじゃん、多分メモリー、お前の。あ、そうですね。あの、上書き。上書き。上書き。俺、先週の話こんな覚えてないやつ初めて見たよ。本当ですか。うん。あー、やばいな、もう。予備軍だな。予備軍だな、うん。全く覚えてないですね、先週の話なんて。Q、うん、さんいたなーっていう。うん、で、あの、終わった後、うん、あの、Q さんと、二人でというか、うん、あの、終わった後、この、うん、で、斎藤さんいるじゃないですか。うん、斎藤さんと、Q さんが、急にあの、俺今、大石正義にハマってるんだよって言い出して、うん、なんすかそれって言って、斎藤さんが調べ出して、そしたら、その大石正義っていうのがそのギタリストというか歌ったりする人なんですけど、その人の動画を見始めたらもう止まんなくなっちゃって、もうずーっともう酒も切れてるんですけど、2時間ぐらいずーっとそこでもう聞いてたんです。おっぱいとか出さないのに。おっぱい大石正義男分かってますよ。男だし、うん、おっぱい出してるなら2時間とか 見てもいいけど、おっぱい出してたら、あそうですね、あだから初めてじゃないですか、ね、おっぱい出してないのに2時間も俺集中したの。いやもう相当なんかすげえ時間はあそこに立ちすくんでましたね、うんうん、そんな良かったんだ。大石正義がかっこいいっていう、はい。ああ姫の頭にキノコ生えてる。太陽さん、あ太陽さん見てる見てるでしょ。Q、うん、さん、あ Q さん見てるじゃないですか。大石正義かっこいいですよね。今日のルイ君ひどくないですか。え、ちょっと Q さんに言ってるんだけど、はいはい、そんな今日とかよって言って、いやもう覚えてないですもん。先週のこと話全然覚えてないじゃんお前。そうなんですよね。いつも見直すんですけど、先週のやつちょっと見直す時間がなかった。ああ、そうなるほど、ね、はい、見直して。見直さなくったって、お前が喋ったことなんだから。覚えてないですよ、もう。次の日見直さないと。マジかよ。はあ、やばいっすよ。そしたらしょうがないけどさ。来た時にもう酔っ払ってた。ああ、そうです、うん。先週はちょっとひどかったっすよね。うん、確かに。何そんであれ、はい。クイズの正解100万円って。あ、すごい。あれ、あの先週の、あれひどかった。先週すごいなとか、はい、あのひどいというか、どうやったら当たるのと当たったよね、Qがね。ふざけていったら。当たっちゃうっていう。あれすごかった。言ったら外しに行ってんすよ、こっちは。そうでしょうね。はい、はい、そうですよね。外さないとクイズにならないんで。そうですよね、はい。外しに行ってたら当たっちゃうっていう。あれはすごかったな。すごいですよね。その会話をしたくて来てるのに、はい、全然ルイ君覚えてないから、もう一回だ、今日見とけよかったな。いや、じゃあもういいっすよ、コマーシャル行きましょう。あ、一回行きますか。一回コマーシャル、はいはい、コマーシャル行きましょう。一回もうコマーシャル行って、はい、で今日ゲスト二人いるんで、あもうちょっとさ、ちょっとポンポン行こうかなと思って、はい、はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。はい、新宿、渋谷、池袋、月刊満足、吉原、五反田、鶯谷、月刊満足、新橋、上野、錦糸町、月刊満足、横浜、川崎、千葉、埼玉、月刊満足。安心、安全、気持ちよくをモットーに関東首都圏の風俗遊びをナビゲートする月刊満足は毎月17日発売。お求めはお近くの書店、コンビニで。はい、そうだね、上の幅がちょっとあれだよね、はいはいはい、もう少しちょっとこれ近づけたらいいのかな、上に上げたらいいのかな、うん、そのままいってね、これ、あ反対だ、なるほど。これちなみにこの背景は何なんですか。今日はチャーリーとチョコレート工場です。ああ、なるほど。ああ、ホワイトデーだけで。あ、そうです、そうです。ああ、そういうことですね。そうです。クッキーの画像とか探してたんですけど、はい、もうなんかちょっとおしゃれじゃなかったんで、はいはいはい、チョコレートでいいかなと思って、はいはい、マシュマロじゃないって言ってなかったっすか。あ、マシュマロだっけ。あ、包んで返すって。あ、覚えてるじゃん。いや、それ覚えてますよ。それは前回ちょっと酔いすぎたんでしょうね。ってことですかね。はいはいはい、マシュマロっていうのは覚えてたんですよね。はい、
そうですね。あ、でもゲストが今日来てる。そうです。読みましょうか。はい、早速、はいはい、はい。トーマサマイン、どうぞトーマくん。よっ、いらっしゃい。カーモンベイビーアメリカ、ね、ありがとうございます本当に。あら、はい、どうもどうもどうも、いい登場です、はい、アメリカ帰りの関さんに送るよ、はい、ありがとうございます、はい、カーモンベイビーアメリカ。ギターはこっち置きますね、はい、一回置いてね、うん、トム君、2回目の、そうですね、2回目の視点で、はい、2回目の視点で、前はキューさんとね、シンゴさんと、はい、はいはい、1年くらいちょうど前ですかね、そうですかね、ね、もう、はい、テレフォンショッキングで、あ、なるほど、はいはい、その時はちゃんと、それ僕やりたいんですよ。いや、だから僕もやろう、だから今回からやろう。いや、あ、そうっすね。やるの？やる。いや、無茶ぶりだ。無茶ぶりだな。この時間に電話しよう。この時間に電話しよう。来ないから5分前に来るから。いや、いや、そんな何言う、怖いなぁ、もう。まあ、確かにこの時間にいきなり電話するのは結構あれっすよね。いや、この時間に電話かけて出るやつは結構なやつですよ。でもさっきまで飲んでたやつ。飲んでたやつがいるでしょ、多分。飲んでました。で、この後、また戻るでしょ、そこに。戻る。そいつでいいじゃん。あ、なるほどね。あ、出るかな。一応そいつ某大手スタジオ店員なんですけどね。スタジオ店員。スタジオ店員。店員、店員。なるほどね。スタジオ裏話を。はい、はい、残ってこい。どうも、はじめまして、はい。皆様の心の立体駐車場、どうも、吉祥寺、フロムザビースト、トーマザマエンでございます。イェーイ、ちょっと一個ずつ分けていいですか。あ、そうだね、はい、まず、はい、立体駐車場だよね。心の立体駐車場からいいですか。いいですか、はいはい、心の立体駐車場、やっぱ平面駐車場じゃやっぱり人の心はやっぱりね、はい、どんどんできないから止められないから、はいはいはい、止められない、止められないからどんどんと上に上にと、最近の事情と同じです、やっぱりね、土地がなきゃ、東京みたいな感じですね、土地がなきゃ上に、だからなるべく、はい、皆さん収めたいと思うので、どうしたらいいかなって、てっぺん目指していきたいと、立体駐車場なんです、ね。なるほど、どんどん上に行こうというね。そうそう、いっぱい入れていこうって話でございます。はいはいはい、で、その次何でしたっけ、何か、あ、吉祥寺フロムザビーストですか。そうそう。フロムザビースト、フロムザビースト。獣でよろしいんですか、はいはいはい、そうなんですよ、はい、もう。まあまあ、皆さんみたいな感じね。なんか可愛らしい子が来たなって思ってるから、はい、まさかビーストとはっていう感じですけども、はい、ビーストなんですよ。可愛らしい子が来たと多分思ってないですよ。なんかどれもハマってないです。なんで、なんでびっくりした顔してんの、分かってるくせに。自分から言ったくせに。いや、ここ並びでいたら可愛いです。いや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 。いやいやいや、全然可愛くない。全然可愛くない。違うかな。全然可愛くない。とりあえずでもまあ、はいはい、いただきまして、はい。今日よろしくお願いします。お願いします。2回目のですね、嬉しいでございますよ。呼んでって言って、全然呼んでくれなくて。全然やっとうと。あ、関さんがやっぱり早い、ね。いいんですか、先生。失礼します。でも、僕、歌気に入って、はい、高田の中には呼んだんですよ。あ、そうなんですか、ゲストで。行きましたよ。すごい。レゲエのイベントに。レゲエのイベントに、はい、フォーク持って、はい、もう来ましたね。歌うっていう。そういうのあっていいと思うんですよ。いやいや、やったんですよ。やりましたね。面白いと思う。で、レゲエの人たちが、あいつうまいねってなって。すごいすごい。普通に歌手じゃんって言ってたよ、みんな。はい、いや、皆さんもなかなかレゲエ歌ったりとか、まあ、ヒップホップの中で、はいうん、ビジネスビーストが出たわけですよ、ね。あ、出た。これ、前も言われた。これ、最初、そう、はいはい。前回ね、アスカさんっていう方が、呼んでいただいて、で、なんかこう、電話を取ってですよ、はい、ビジネス破天荒ね、そうそうそう、ビジネス気違いみたいな、いやいやいや、そんな言われたらもう何もできないでしょ、お下げください、すいません、ありがとうございます。いや、こっちはな、ね、番組盛り上げようと思ってね、うん、あることないことね、言ってるのに、うん、それをなんかこう、したたかな目でね、こう冷えた目で、いやいやいや、ビジネスって言ったら、うん、でも金だからやっぱり、そんな前回ね、はいはい、あれだこれだ話せてないですよ。でもガンダムの話とか、ああ、した話しましたよ、だいぶ。で、この後飲み行こうぜぐらいまで行ったのに。ほんで、はいはい、イベント呼んで、はい、その時喋ったら、お前こんな喋れるんだってなって、トーマ。おぉ、はい、あ、じゃあちょっと前回猫被ってたなと。あの時相当被ってたなっていうイメージが。ビースト被ってました。ビーストでもなかった。被れてなかった。被れてその時もなんかあんまりお酒のね、でも今回、前回多分放送覚えてる方、はい、いたらなんですけども、はい、ちゃんと吉祥寺の、あの、花見せんべいというせんべいをちゃんと買ってきてね。はい、あれ、うん、寝ました、大丈夫ですか、うん、サンマのまんまみたいなやつ。あ、来たのかなみたいな。ピンポンって。ピンポンって、ね。大きいのが出てきて、なんかね、はい。やるのかな、あの、お土産持ってきたんですけど、今回は、うん、すみません、土産話だけでという、はいはい。いいよ、いいよ。いやいや、でも、その代わりといってはあれですけど、なんかギター持ってこられてた。そう、もう前もね、ギター持ってきて。はい、そうなんですか、歌を歌わ。そう、なんか、ちょうどね、前のそのテレフォンショッキング。こんばんは。ありがとうございます、こんばんは。こんばんは。テレフォンショッキングの時も、はい、なかなかこうね、なんかこう、シンガーソングライター。はい、シンガーソングライター。そして、起きたわけですよ。はい。でも、その、シンガーソングライターつながり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 
歌うまい歌うまい、うん、その後俺出てきておっぱいの歌歌うっていう、なるほど、ちょっとなんかね、あの、はいはいはい、ここおっぱいつながりなんですよ。あ、そうなんですね。おっぱい、この人も歌手で、そうですね、おっぱいの歌を持ってるんですよ。はい、おっぱいの歌歌ってました。いや、うん、はい、今現在進行形じゃないんですね、おっぱいの。最近はもうちょっとおっぱいの歌歌ってないです。封印してるっすよね。封印してるわけじゃないんですけど、まあ、まあ、歌ってないって感じですかね。ひっそり曲を配信してるだけですもんね、うん、今。あ、もう今あのライブ活動してないですもんね。あれですね、スタジオミュージシャンになった後の後期のビートルズみたいな。ああ、ね、もうあのライブやるとちょっとわーってなっちゃうから、うん、もうスタジオだけでやるみたいな、あのいいじゃないですか、そのテンションでちょっと音楽やってみようか。エッチな歌を歌ってた。そうですね。エッチな、まあ、エッチな歌っていうか、なんか、それも大事なファクターじゃない。うん、エッチなことって。ね。なんかこう、種を残すというかね、種、うん、を残すにはやっぱり、エッチが大事なんで。狭いね。すいませんね。本当に。今日もね、あの、ノーボイス、ね、うん、しゃべらない。素晴らしいでございますよ。うん、でもちょっと僕初めてなんで聞いてみたいなというのがあるんですけど、あ、ちょっと聞きましょうよ、せっかくですから。まずは自己紹介が、おさわりおっぱいいきます、じゃあ、はい、おさわりおっぱいいきます、はい、おさわりおっぱいいきます、じゃあおさわり、あの2つの意味がありますけどおさわりおっぱいいきますか、そうですね、おさわりおっぱい、おさわりなおっぱいで、あ、おっぱいの歌ばっかり歌ってるんですか、じゃないそういうことじゃないですか、全然僕はあのセクシーマザーファッカーのが好きですけどね、ちょうどね、いろいろある、ちょっといろいろある、好きな歌あるんですよ。まあ、下ネタじゃないから、これだから、この、だから、僕もあの、吉祥寺、東京都、武蔵野市、吉祥寺という場所でですね、夜中にですよ、あの、サンロードというあの商店街のところで、そこで弾き語ってる。弾き語ってるんです。弾き語ってて、で、そこで、なんか、やっぱこう、ね、大きな川がね、あって、そこで、大きな川がまるで海に流れ着くがごとく、できてしまったのがこのおっぱいの歌なんです。壮大なスケールですね。なるほどね。壮大なスケールです。これ多分前回の放送でも言ったんですけど、あのやっぱりレゲエってなんだろうと思ったら愛なんですよね。そのビッグラブってなんだろうなって思った時に、やっぱりこの大いなる愛が大事だなと思って、でも愛だけじゃ足んねえなと思って、大いなるパーフェクトな愛だなと思って、おっぱいはと思って、ね、うん、あ、気づいたら大いなるパーフェクトな愛で、話す前から大体気づいてますよ、はい、こうなるんじゃないかなと思ってました。最初じゃあおさわりおっぱいですよ、すみません、おさわりおっぱい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 、すごいですね、これね、本当に言うと君でやってくれてるんだね。おっぱいが揉みたいよ、おっぱいが揉みたいよ、おう、ザイエン、ザイエン、揉みたいよ、おっぱいが揉みたいよ、おう、ザイエン、ザイエン、この星には真実の愛があるというよ、おおおおおお、スタスタスタもの、不確かなものなどないよ。おっぱいが揉みたいよ。おっぱいが揉みたいよ。おう、ザイエン。ザイエン、もみたいよ、おおおお、おっぱいがもみたいよ、おお、ザイエン、ザイエン、離る大地を思い出そう、離る大地、地に触れてみよう、離る大地を思い出そう、そう、みんなシャフルですね、食べてないよ、ミックス、離る大地を思い出そう、離る大地、地に触れてみよう、離る大地を思い出そう、確かな愛に触れてみよう、おおお、確かな愛に触れてみよう。でもあの、喋るの？そうね、触れてばっかってどうかなって思ってたんですよね。だから逆に舐められたい。いや、触れられたい。僕の気持ち、おっぱいに。
触れてもいいんだよ。もみたいよ。おっぱいがもみたいよ。ザイエン、ザイエン、もみたいよ。おっぱいがもみたいよ。ザイエン、ザイエン。もみたいよ、おっぱい。これ覚えられるんだよ。もみたいよ、おっぱい。覚えられないんだよ、これ。もみたいよ、おっぱい。もっともっともっと。もみたいよ、おっぱい。Say again! もみたいよ、おっぱい。One more time! もみたいよ、おっぱい。Say again! Say again! もみたいよ、おっぱい。One more, one more! もみたいよ、おっぱい。静かに！もみたいよ、おっぱい。コメントでも。もみたいよ、おっぱい。コメントでも。もっともっと。もみたいよ、おっぱい。もっともっと。もみたいよ、おっぱい。高らかに！もみたいよ、おっぱい。イェイ！もみたいよ、おっぱい。もみたいよ、おっぱい。フィニッシュ！もみたいよ、おっぱい。お、あ、ザイオン。触りじゃないですね。そうですね。全部行きました。いやいや、まあこんな触り。まああのただ触りなの。何番まで飲むじゃん。まだあんのかな。これ多分番まで言ったらちょっと日本っぽいですけど、うん、まあだからほぼほぼ永遠に行けるんですよね。やっぱりなんかこの、ほぼ皆さんの求める湧き出る求める気持ちがね。湧き出るおっぱいの愛を歌ってるだけだから、それはもう一生行けるっていう。だからこれ前も話したんですけど、やっぱおっぱいというものがね、はい、すいませんなんかこの放送でこういうことでね、はいはいはい、ちょっと愛の伝道師的なことを言うのはちょっとどうかなと思うんですけど、はいはい、おっぱいってものがあって、多分ね、男だったら多分ね、老若男女、はいはい、ね、多分ね、0歳からね、100歳死ぬまで、多分おっぱいが触れるってなったらちょっとね、嬉しいと思うわけですよ。うん、そしたら、まあ、地球がね、うん、まあ、男性と女性、ね、半々で言ったら 50%、ね、50%、50%だとしたら、はい、もう 50% は地球幸せなわけですよね。うん、その、ね、中で、やっぱおっぱいを触らせたい人、私もおっぱい揉みたいわって人、うん、そしてちっちゃい女の子もおっぱいが好きって考えたら、はい、もう 75% ぐらいはもうほぼおっぱいで幸せになれるわけですね。うん、これこそが大いなるパーフェクトな、おっぱいね。おっぱい。おっぱいですね。おっぱいね。ございますよ。はい、だから地球の 75% はおっぱいでできてるってことできてますね。水と一緒ですね。そう水分と水分と一緒です。これを起こるのは、ちょっとまあ、口をつぶくかもしれないけど、なんかちょっとね、ヒステリックなね、議員ババアとかが違う言うだけで、ね、実際はね、みんなおっぱいなくして人類なしという感じ。ルイ君の、はい。ルイ君のおっぱいの歌はもう少し哀愁が漂ってるんですよ。あ、僕のおっぱいの歌はどっちかというとさよならおっぱいみたいな、はい、できるかなさよならおっぱい。あれ、できないんですけど、うん、それを哀愁漂わせて歌う感じなんですよ。まあ、僕が当時歌ってたのは、はあ、まあ、おっぱいの、まあ、愛に違いはないんですけど、一緒のこと言ってるんですけど、はい、おっぱいって、もっと身近なものだったじゃないですか。まあそうです。当時、まあ昔ですけど、やっぱテレビとかでもゴールデンタイムに普通におっぱいが出てたりとか、バカ殿のすごい人でゴールにおっぱい出した女の人たちがいっぱいいる。ギルガメッシュナイトを見て、ありましたね。わーってなる。失楽園はもうゴールデンタイムのドラマでおっぱいが川島の海ボン出すみたいな。あの当時のおっぱいの感じが僕は好きだったんですよ。接し方として。なのに、うん、で、なんで最近テレビでおっぱいが出ないの？っていう歌なんですよ。歌を、まあ歌ってまして。それは遠くはね、果てに向かうね、本当になんか、なんだろう、なんて言ったら、ね、修行みたいなもんですよね、なぜ。真実に到達するまでの、そこにあったんですよ、真実は。もともとね、もともとあった。これね、まあちょっと、まあ、2番で歌ってるやつなんですけど、おっぱい、がダメの理由がよく分かんなくて、あ、テレビで放送するね。言ったらその国技、何男女平等相撲ですとこですよね。そう、あ、そのとこです。2番、そう、お相撲さん覚えてるんだよ。お相撲さんあんなにね、おっぱい出してわーってやって、まあまあ男だからって言うけど、この男女平等を訴えるこの世の中で男のおっぱいは、男のおっぱいは宴会ってなんですか。はいはいはい、じゃあお前も隠せやなんですよ、俺からしたら。うん、そうですよね。その男女平等だと言うんであればですよ。殺しのニュースばっか見るより、はい、おっぱい見た方が
いいんじゃないですかって歌ですよね。って歌なんです。って歌です。はい、はい。いや、殺しのニュースばっか見てるより、おっぱい見た方が平和なんじゃないですか。平和なんじゃないですかっていう。確かに。ただ、うん、おっぱいばっか見てたら、なんか、おっぱいの、なんか、神話性は減ってしまうなって。神話性ね。神話性がね。うん、ね、やっぱ見えないからこそ、うん、おっぱい。守ってこそ。守られてこそ。うん、ね。そこ、ね、おっぱいの、おっぱいの話10分経過って。切り替えましょうか。そうですね。僕の子でまだね、12秒ぐらい。切り替えましょう、切り替えましょう、切り替えましょう。おっぱいの、おっぱいのことしか言ってないですよね。はいはいはい、厳しいな、Qさん。たまにはね、でも、すみません、なんか、でも、なんか、もうちょっとおっぱいの話じゃない話じゃしますか。うんうん、おっぱいからちょっと離れて、はい、チブさんの話しますじゃあ。まあ、いやいや、乳輪でいい、よくないですか。乳輪の話で。じゃあ、それでいきましょう。やっぱ、ここからそれでいきましょう。やっぱ、乳輪大きい方が、やっぱり、ストロングスタイルだと思うんですよ、やっぱりね。ああ。だけど、ほら、あれです、この、やっぱその、うん、ちょっと、一回飲んでもらっていいですか。だからね。乳輪の話違う。乳輪の話違う。おっぱいの話から一回離れないとダメ。よく、あの、世界マネメイとかでやるじゃん。はいはい。こうね、うん、こうなんかこう、アフリカのね、その、うん、ちゃんと、イニシエの伝統を守った人たち、ね、はいはいはい、近代文化にね、うん、もう拒絶し、なんと自分たちのスタイルでやっていく人たちとは、もうおっぱいを見てたわけですよ。うん。そう、あれ、あれってエロス感じないですかね。ないですね。あの、ヨシナギダも、あ、なんだっけ、はいはいはい、ヨシナギダ。クレイジージャニーの。はい、はい。もう、あの、あっち行ったら、もう、バーンって出してる。ええ、ありますね。ね、でも、クレイジージャーニーでは見せてくんないですよね。おっぱいは。でもだから、吉永のおっぱいは。おっぱいの話やめようって言わなかった。これ、これ、この、なんかその、お前いい、いいんだ、いいんだ、いいんだけど。見たいですよ。俺は見たいですよ。おっぱい見たいですよ。全然聞いてくんないなって。おっぱいの話だから、これおっぱいを入り口にした人類の話。人類の話だけど。人類の話だけど。人類の。本当に隠すのは、その、おっぱいの話なのか、ね、あの、その、言ったら、あの、なんですか、メルカリ、メルカリドッパー売ってないよ。メルトダウンしてるんじゃないか。なるほどね。ね、うん。そういうところをね、東電がゴンゴン隠してね。うん、で、そんなとこ隠して、ね。あの、おっぱい、そっちより、おっぱいの方が。もうさ、もう次聞きたい曲あるの俺。あ、違うさ。あ、もうおっぱい聞きたいですか。そう、もう聞きたい曲あるの。ちょっと聞かしてよ。はいはいはい。もう聞かしてよ。あの、なんか、誰か聞かしてよ。おっぱいの、おっぱいですか。おっぱい。他にもあの酔っ払った女の子かわいいねとか、うん、僕はブスが好きとか、うん、まあ、今日ちょっとあのありがとホテルに行こうよ、ありがとうございます、ホテル行こうよとかいろいろあるんですけどね、うん、なんかで前でもこんな感じでやってたんで、じゃあ好きなの、うん、好きなのどれか行こう、はい、じゃあね、あのお酒をね、あのじゃあちょっとあのまあこれね、あれの関連するんですけど、はいはい、おっぱいとね、いや、まあおっぱいというか、うんうん、まあ、さっきその話してた話で、まあおっぱいの話で、うんぬ、まあまたなんか下ネタ言ってるなんじゃないんですよ、うんうん、あのこれで何が規制してるのかっていうと、なぜかわけのわからん誰か一人がそれは不謹慎だって言って、うん、あの、はいはい、それがあの口つむがれてるんですけどね、 1% のクレ 10% のクレーマーが、うんうん、それが気がつけば大多数のイメージなんで、うん、はいはい、あの聞いてください、多勢に無勢という曲を、うん、タイトルいいな。あのよくは多勢に無勢の話よね。多勢に無勢、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 多勢に無勢。この前身内の結婚式があった、あんまり飲みすぎんなとお母さんおばあちゃんが心配してたが、まあ晴れの日だしちょっとは酔んなきゃなんて酔っ払って日本酒をガブガブ飲んでたが、新郎のいい話、新婦の涙を見た時に僕はあまりにそんなもんか、僕の酔っ払い度はって思うぐらい酔っ払ってなかったが、みんなはこう言うんだ、あんたは酔っ払ってる、僕の気持ちを知らずに、あんたは酔っ払ってるって言われたら、みんながそう言ったら
はい、出来上がり。酔っ払った男の完成線。多勢に無勢。そうだ、多勢に無勢。そんなに酔ってないよって時あるもん。多勢に無勢。多勢に無勢、多勢に無勢。そういえばニュースで昔言ってたよね。どこだっけ、町田だっけ、そんな学校で暴力教師、ああ見た、思ったさ、またどっかの暴力教師が生徒に手を挙げた。でもおかしいな、なぜ殴ったかはその話は報道しない。それから迅速な対応、教師連盟は、あの教師は暴力教師、もうここにはいらない、懲戒免職。そして教師は職が食えなくなった。顛末は分かった通り、相手の思惑さ。でも多勢に無勢、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 多勢に無勢。思ってみて、君は少数派、大多数派、わかんないが、多勢に無勢、多勢に無勢。ね、かっこいいでしょ。かっこいい、かっこいいよね。でもかっこいいよ、ね、かっこいい、いい歌だ、いい歌、いい歌、それはいい歌、いい歌だな。でもそう、でもこれもだからちょっとあのつなげてるんですけど、あるね、結構なんかあの、ないですよ、寒いしないで、結構ちょっとハゲてないみたいな、あるじゃないですか。俺全然思ってないですよ。でもなんか俺もハゲてるんですよね、はい、若干ハゲてるんですよ。みんなにハゲてるって、ハゲてるって言われると、うん、あ、ハゲてるのかな、まあ、でも認めるはハゲてる、認めるしかねえな。いやいやいや、ハゲてるよ。そもそも自分でハゲを作ってるじゃないですか。いやいや、いや違うんですよ、これ今はこうなってるから、はい、あれですけど、ちょっと生やしたらもう分かるんですよ、もう。これ、あ、これハゲてるなっていう。ああ、なるほどね。で、俺気づかなかったです。二十歳からこの髪型なんで、あの今までずっと俺生やしたらあるもんだと思ってたら、はい、あの1週間ぐらいこう放置する時あるじゃないですか、うん、そしたらあの、あ、ええ、もう嫁とかがあのこっそり写真撮ってるんですよ、うん、おじいちゃんの頭してるんですよ。この後頭部とか、あれ、これおじいちゃんの頭、おじいちゃんの頭って言ったら、うん、あんただよってなって、うん、あ、多勢に無勢だな。間違い、そうですよ。もうでも、合ってます、今の。合ってます、今の。え、でもこれ、まあ、僕の頭も薄いんですけど、うん、ある中で、うん、まあ、ほら、あんまりこのぐらいの薄さで伸ばしていくと、うん、まあまあちょっと、もうダメ、もうダメダメ。ちょっと不潔感がちょっと出ちゃってる。なるほど。だから、え、すいた？すいた？ってなるか。うん。すいた？もう誰も。すいたんの？で、まあ、丸めて、なるべくね。そうそうそう。迷惑かけない。清潔感じで。そう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 。はい、あれ、他人に迷惑かけるんですよ、ハゲって。わかります、わかります。これは、なんだろうね。そう、なんか、あ、触れていいのそれ、みたいな。わかります、わかります。なるほど。だから、ちゃんと帽子をかぶって、出るんです。だから僕は別に恥ずかしいわけじゃなくて、失礼じゃないですか。いや、そうだ、銭湯のチンコと一緒ですよ。はいはい、またそうですね。これを、亀頭にしてるの、これを亀頭にかぶるの、銭湯のチンコって、僕も隠しますけど、ね、恥ずかしいから隠してるわけじゃなくて、そんなものを人に見せたらいけないじゃないですか。それは確かに。それはそうなんですよ。なんか、いや、かといって自慢するものでもないじゃないですか。だから、だからあえて腰にちょっと、タオル置きますけど、ちょっと、ね、別にそういうわけじゃないんですよ。あ、別になんか俺意識されてるのが嫌とかじゃない。そういうことじゃなくて、なんかそんな失礼なもん見ちゃいけないじゃん。ハゲ頭も一緒で、はい、そんな失礼なものを、はい、ちょっと公に見せない方がいいじゃないですか。本当はね、いいじゃないですか。はい、そうですよね。いや、でもね、誰がそれをハゲ頭が失礼と思わせたんですかね。わかんないですけどね。そう、多勢に無勢だね。多勢に無勢だよ、それが。そういうこと。だから本当びっくりだから、本当だから、なんかそのスキンヘッドはダメだとか坊主とかダメだっていうのがやっぱ風潮であるわけですよ。これに関して少し話していいですか。僕の持論を、はい、僕の持論を少しいいですか、話してもらっても、ハゲに関しての。BGM やりますか。お願いします。はい、想像してみてください。はい。想像してごらんのやつね。人類が、なんすかそれ。人類、はい、人類が人類と呼び出された頃、はい、それいつなんですかね。社会で教わった図では猿がこう起き上がっていく、はいはいはい、あるじゃないですか。想像してみてください、はい、
毛むくじゃらですよね。そうですね。どん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 毛がなくなってって、直立不動になって、はい、頭とちょっとの毛になって、今の人間じゃないですか。はい、こう、背が伸びてって。はいはい、宇宙人ちょっと想像してみてもらっていいですか。あ、宇宙の話。毛生えてます？見たことない。みんなが想像してる宇宙人、毛生えてるやついます？いない。いないいないいない。だから、ってことはですよ、進化なんですよ。はいはい、だから、むしろ、生えてない方が遅れてるんですよ。まあ、でも、ちょっと、うん、あ、なんか流行に乗り遅れてる。古っていうか。そう、昔の人じゃんっていう話なんですよ。わかる。そのなんか、わかります。なんか、別になんか、肯定したわけじゃないけど。違いますけど、おそらくそういうことなんですよ。だ今は無勢だけど、お前ら見てろよと。そうそうそう。無勢の逆襲が。お前毛なんか生えてんのと。で今だから全然進化できてないじゃん。見てる人たちで、ふさふさだよみたいなやつらも、うん、いずれは来るから。なんか古いなっていうね。そうそう、なんかこんな、なんか。あ、お前まだ髪の毛あるんだ。あるんだ。みたいな。ヒカル呼びましょうか。そうですね。そんな時間です、ね。ヒカルお願いします。ヒカル。あ、一回コマーシャル行きましょうか。あ、そうですね。一回ヒカル。はい、行きましょう、コマーシャル。東口を出て徒歩5分、ボイスサンプル、ナレーション、ボーカル収録が3500円から。当日受付 OK、 スタジオ内見学 OK。 あ、そうだ、スタジオシグナル行こう。スタジオシグナル。確かに。ふさふさです。ふさ、やばいですね。うん、もうだって、もこもこの服着てるもんね。じゃあ、ふさふさの光もお呼びしましょう。ふさふさの光、どうぞ、いらっしゃい。はい、はい、こんばんは。こんばんは。本当にね。レタレタヒカル来た。ヒカル来た。ヒカルンとトーマが逆からじゃあ場所出るかな。そうですね。あの字が。そうですね。ヒカルンの。こっちの方がいいかな。ヒカルンの紹介出るかな。僕もギターがちょっとなった方がいいかなと。フォーゼの全力、ハイトーン、バーイ。あなたのハートをね、ライユチツッキョーン。今日はモサモサヒータンです。イエーイ、よろしくお願いします。よいしょ、お願いします。今日も元気です。ヒータンは元気です。はい、もうちょっと見ましたもん。あ、いいですね。ケメが通れないんだ。なるほどね、はい。すごい面白い話なんかしてましたよね。どの話、どの話かな。ハゲの話、おっぱいの話。おっぱいだ。おっぱいとハゲの話しか覚えてない。なんともなんかこうストロングみたいな話。ハゲとおっぱいの話。だから今日、ね、だから今日、ね、おっぱいの話ばっかするから、ね、姫が来ても全然いてくれないですよ。確かに、確かに申し訳ない。いつもならもうお酒持ってきて、お酒持ってきてちょっとこうやってうんうんって話聞いたりしてくれてるんですけど、今日姫お酒プッといかなって言っちゃった。確かに確かに。ほらほら、本当申し訳ないね。本当にね。通る道やから、ね、ね、いずれかは。はい、はい、開けて。すごい。入ります。枠入りました。これ入りました。入りましたね。じゃあ入りましょう。もしもしますか。ちょっと今この横に行っちゃって。ドキドキしますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい。ヒカルなんか最近歌歌ってるでしょ、ヒカルも。はい、歌。まずは宣伝しましょうか、先に。ああ、先にやっちゃいますか。宣伝いきますか。はい。ヒカルン宣伝いきましょうか。はい。先週もやってましたけどね。はい、いいですか。日曜日、今度の日曜日ですね。千葉県千葉市の、千葉県千葉市にて、サンク。いやいやいや、もう千葉市って広いからね。ずいぶん広いよ。トリプルライブします。アヤマンジャパンと、あと、ヒイラギリオートさんとヒカルンで。すごい、やばい、すごい並び、すごい並び。誰とヒカル？うん。え、アヤマンジャパンさんとヒカギリオさんに紛れたヒカルみたいな。紛れた、紛れたヒカル。場所がね、千葉市しかないんですよ。あ、あとですね。しよう。千葉のどこか。日曜は千葉にで3組。千葉にで。ね、結構ね。難しい。千葉でか。千葉って広いですね。ちょっと、おばちゃんなの、なんかおばちゃんみたいな。なんか隣いるんですけど、ユースの、人たちと一緒にフォーゼとアヤマンジャパンさんとギラギラさんの千葉、フォーゼユース、はい、トリプルライブです、ね、フォーゼっていうのはなんかすごい人数いるんだよね。すごい人数いる。僕あんまり情報知らないから。そうですよね、はい、なんか1500人とか2000人ぐらいいるんですよ。でそのユースっていうのは若い子たちで、ね、はい、そうです。高校生何人ぐらいいるの。高校生の子たちが今もう8人目とかで、もう最近始めたのにもバーッと入って8人最年少で、どんどん入ってくる。高校生8人、はい
え、ちょっと待って、ちょっと待って、1500円にいて、高校生8人少ない。いや、あの、いっぱい入ってるって言うけど、はい、少ないよ、それ。そうなんだ。8人は。ヒカル、そのね、ヒカル髪切ったって。あ、ヒカルを髪伸ばしてでーす。切ってる、切ってないってことでよろしいですか、うん、切ってないです。はいはいはい。そうね。そうね、場所を言えっちゅうねん。そうですね。そうそう。千葉のどこですか？千葉県の。はい。ガーデンです。庭？庭です。いっぱいあるぞ。千葉に庭は。うん、千葉のガーデンか。千葉に庭はいっぱいあるぞ。詳細はあの後で。詳細はちょっとあの。そうね。あのヒカルンの方のアカウントか何か。ヒカルンのインスタグラムで。そうですね。はい、詳細の方はね。ね、今ここで多分情報がもう多分伝わらないと思いますね。はいはいはい。庭、庭ってね、はいはいはい、ガーデン、はい、ガーデン、ガーデンであります、はいはいはい、庭で、うん、とやっぱあのこ先週も、はい、シングさんには初ですね、あ、ね、うん、あ知ってる知ってる、その前に聞いたよ、そうレッド、行く行く、ホワイトレッドパーティーの、ね、はい、うん、4月27日、平成最後の土曜日という、そうです、うん、平成最後の土曜日にやるので、うん、ぜひぜひ、うん、あの光もライブやります、どこでどこでやるんですかこれは、千葉の、千葉の、はい、あ、違う、新木場です、新木場、アゲハ、アゲハ、先輩に聞いた方がいいですよ、はい、先輩、先輩、はい、アゲハのステージ、アゲハもよくステージ、あの、休まってました、日本最大のイベントで寂しんぼナイトっていう、あ、何万人ですかね、5000人ぐらい来る、すごい、日本最大のイベントって言われてる、クリスマスにやる寂しんぼナイトっていうイベントがあるんです、アゲハでやってる、そこの、そこのステージで一番盛り上げてるのはこの人たちだから、いやいや、当時、まあまあ、当時、当時、当時、はい。言ったら僕らの。すごいですよ、クリスタル K とか、僕らの、すごい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 、トリプル A とか、胸広じゃなくて、な、久保塚、なんだっけ、マンジライン。マンジライン、そうね。マザイルの厚さんとか、が歌ってるラインナップの中に、こいつが入ってて、こいつが、で、思う、こいつが鳥でいいぐらい、もう一番、一番、一番ドカンです。そうです。一番ドカンです。あの、で、しかも、サビ、あの、ええ、相模オリジナルがスポンサーなんですけど、僕らのコンドームの曲を歌ってて、コンドームの有名な曲があるんですよ。そうなんです。あ、いっぱいありますね。コンドームを使用しよう、素早く危険を察知しようっていういい歌があるんですよ。その歌があって、まあ、その歌のおかげで多分呼ばれてたんじゃないかなっていう、その、はい、なんかあのスポンサーに呼ばれて、ちょっと相模さんの。相模さんの方と、あの、挨拶してもらって。人の名前みたいな。相模さんというか、はい。まあ、実はあの曲が、あれだったのかな。先輩がいるんで、聞いてください。はい。どうですか、やっぱ緊張してしちゃうのかなと思うんですけど。いやいや、大丈夫だよ。ヒカルだって大丈夫。解く方法。全力バーシ。大丈夫、それ大丈夫。ヒカル、大丈夫。俺知ってるよ。もうヒカルとは付き合い長くなってきたから、ヒカル意外とメンタル弱いからね。ヒカルのメンタル弱いな。なんか今ちょっとなんか、なんとなくね、なんとなく、なんとなくですけど。バレちゃう、バレちゃう。乾杯してください。あれね。乾杯、乾杯、乾杯。皆さんお酒持ってる人乾杯。乾杯。はい、カンカンパイパイ。ありがとうございます。もうそんな、シンゴさんも。いやいや、姫の滞在時間が短すぎるから回数増やさないとと思う、はい。そうですよね。確かに。あ、ちょ、俺も。いや、すいませんね、本当になんか。お願いします。すいません。素晴らしい。あの、あれです。好きな食べ物なんですか？好きな食べ物、チョコレートが好きです。データ、あ、そう、姫、姫じゃない、姫じゃない。ヒカル。ヒカル、あの、今日、はい、あの、今日さ、ほら、はい、あるんですか？ホワイトデー。あ、素晴らしい。あの、前回ほら、はい、もらってましたね、バレンタインでね。そうなんです、そうなんです。うん、一応なんか用意しなきゃと、まあ、ホワイトデー直なんで、はい、でもヒカルさ、はい、糖質制限してるでしょ？してます。そう、で、糖質制限してると、ちょっと、いろいろ、あの、考えちゃう、考えちゃう。いろいろあるなと思って。でもさ、糖質制限してるとさ、ピザ食べたいでしょ。食べたい。めっちゃ食べたい、ね。ピザ食べたいじゃん。食べたい。あの、糖質制限してても食べれるピザを買ってきました。おピザータラというね。やばい、どういうことピザータラ。めちゃめちゃ透かしてる。めちゃめちゃ透かしてる。これあの、これあの、ピザの形してるんですけど、これサラミでできてて。なんと糖質量が 7.3 しかない。すごい。炭水化物。糖質気にしたことないから 7.3 って多いの少ないの、うん、めちゃめちゃ少ないですよ。少ないの、もうな、これはもうだって いつ食っても大丈夫。嬉しい。そう。だからこれをちょっと。ホワイトデーのお返しとして合ってるんですかそれ。はい、いやいやいや、前回ね。前回これあの、はい、はい。カメラの方に見ていただいて。はい。あとから、ちょっと今、いただきました。嬉しい。いいですか、そう、ピザ食べたいでしょ。
ね、そうそう。今日延長いいのかなと、そういうのがいいのかなと。でもそう、これどこで買えるんですか、これは。これはドンキホーテ、ドンキホーテ。今日はとにかく延長です。DOKI です。DOKI で、はい。もう私のことやっぱね、ちゃんと考えてくれてる。そう、糖質制限してる人はね、なかなかお菓子とかもらっても嬉しくないからね。めっちゃ嬉しい。そう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 。よかった、こういうのがある。もう一回見せてもらっていいですか、ちょっと。ピザータ、こういうのあるんですね、こういうの。ピザータ。スケスケ。スケちゃうっていうね。スケ、あの、緑が。緑が透けちゃうの。やったそこまでは計算できなかった。いただきます。ありがとうございます。今、はい、来週からできれば、はい、10時からの放送で1時間半ぐらいに伸ばそうとしてるんですよ。放送なるほど、はいはい。放送してるんですよ。はい、今日、今決まったんですけど、はい、30分延長します。ありがとうございます。すみません、すみません。だから、もし、あの、電車がどうとか、待ち合わせ、この後予定がどうとか行く方は、はい、あの、こっそり僕に行っていただいて、そうですね。すみません、上がります。つって上がっていただいて、はい、お願いします。ただ、まだちょっとさっきからね、まだ、ヒカルさんの話、まあちょっと、やっぱちょっとね、出演してらっしゃいますから、はいはい。けど、まだ僕、全然ヒカルさんを知らないし、なんかこういうアイテムも出してくるしね、やっぱり。何このアイテム、どうしたんですか、これ。このアイテム。どうしたんですか、これ。どうしたんですか、これ。ありがとうございます。これ、いいですか、話。どうぞ、どうぞ。これ、シンゴさんが、なんか収録前にくれたんです。あたしに、やばくないですか？やばくないですか？ちょっと、待って、全然見えない。見えるかな？ちょっと待って、全然。あれ、透けちゃってさ。あ、透けてんの？透けちゃってんの？どうしても。あらあら、透けちゃいますね。ミニオンのゴルフボールなんですけどね。あ、素晴らしいですよ。ミニオンのゴルフボール。しかもこれ、なんとなんと、なんとなんと、木曜日の死者のアイドルの、姫ちゃんと、お揃いで。お揃いでもないんですけどね。あの、まあまあ、ゴルフボールです。お揃いなんで。見せてください。カメラにも、視聴者にも。僕、最近ゴルフにハマってますんでね。あ、素晴らしいですね。もう、お土産がこうなっちゃうんですよね。こっちはベティちゃんで、こっちはね、ミニオンなんですよ。ミニオンです。ユニバーサルスタジオ行ってきたんで。素晴らしい。パンパンパン。というわけで、僕今日、はいはいはい。あの、いつも姫クイズやってるじゃないですか。それの、はいはいはい。はい、姫クイズって何ですか？知らないでしょ？知らないんですよ。姫がジェスチャーで、何かを言うんで、それを当てコメントで当ててもらうっていうコーナーがあるんですけど、時々ワクワクのゲームあるんですね。その商品が僕の今日お土産、はい、アメリカのお土産になってますんで、素晴らしいよ、はい、じゃあちょっと、じゃあちょっと僕もう行きます、もう行きます、じゃあちょっともうそろそろやった方がいいですね、姫クイズ。なんか30分延長するから大丈夫ですよ、はい、ああなるほど。え、これアメリカです、アメリカで買ってきました、アメリカ、 USA、 アメリカ、 USA、 ね、じゃあちょっと、じゃあね、ちょっと人が多い中ですけど、はいはい、アメリカ行きたい。まあ、ちょっと今日だから結構ガチの、ガチのプレゼント。これがもうやばい。すごいでしょ？まずこれがまず、これが NASA ですよ。NASA ですよ。NASA ですね。まず今日。これはあの、佐賀の、今日ルイ君にはお土産であげたんですけど、あ、この、僕が好きなロンジョン、ちょっと背中向けてください。ロンジョンという。ロンジョンっていうブランドの T シャツ。透けちゃうの。緑が透けちゃうんです。素晴らしいです。透けてる？ロンジョンの T シャツを 1名様。中で、はい。中で。M サイズ。めっちゃかっこいい。M サイズ。めっちゃかっこいいですよ。めっちゃかっこいい。あ、透けちゃってますけど。めっちゃかっこいい。ロンジョンってこれ、僕、そうですね、若い頃はすごい流行ってた。めっちゃかっこいいですね。これが、これ、2問あるでしょ、いつも。はいはい。これが1名様と。はいはいはい。わ、すごい。これが1名様と。と。これすごいんですよ。なんすか、これです。お酒飲むと宇宙に行けるんですよ。え、それは合法ですか？それじゃないですか？ NASA の、NASA のショットグラス。素晴らしい！ NASA！ 素晴らしい！ NASA の！ NASA！ NASA の！これ、素晴らしい！これ、パロディとかじゃなくて、NASA の公式のショットグラス。素晴らしい！だから、NASA が、めっちゃかっこいいですよ、これ。月に降り立った時には、これでテキーラ飲むんですよね。そうそう。これでテキーラ飲みます。じゃあ、これはじゃあ、順番に。このスカシとか多分見えないと思うんですけど、もらったら多分びっくりします。すごいめちゃめちゃかっこいいんで。じゃあ、NASA の技術が、かっこくないこのショットグラス。すごいすごい。NASA の技術が結集されたショットグラス。ショットグラス2個。これは、中もちゃんとね。中もすごいでしょ、すごい。すごいでしょ、見えないと思いますけどね。これすごいですね。宇宙に行きます。はいはいはい。ぶっ飛びます。ぶっ飛べるやつね。で、それを決めるクイズがあるんですね。はい、クイズを姫クイズ行きます。今日ちょっと姫、責任重大だね、これ。ありがとう。どっちから行きますか、ショットグラスから、T シャツから行きますか、出しましょう。どっちが、どっちか、もうあれですけど。しますね。はいはいはい。T シャツなのか、ショットグラスなのか。じゃあ、ショットグラスからいきますか。ショットグラス。皆さんのショットグラスからいきますか。これ、ペアで2個いっちゃう感じですね。2個、ペアで使ってください。やっぱショットは1人じゃ寂しい。まあ、それ1人じゃ飲めない。寂しいですからね、やっぱり。
NASA の公式ショットグラス、はい、をかけた姫クイズいきますね。NASA、うん、はい、ちょっとすいません、ちょっと、はいはいはい、幅利かす。今聞こえた？静寂。なんすか？静寂聞こえた？静寂で聞こえ、静寂で。はい、それでは第1問ですか。はい、スタート。ショットグラス、はい、お願いします。デレン。ん？なんか被ってる。被った？走った。また走った。また走った。姫絶対走るから走るの。走った。先週さ、答え慎吾さんで走ってたじゃん。俺走らないから。走んないです。関さん絶対走らない。首巻いたの、首巻いたのアナコンダからと思って。首に巻いたアナコンダから逃げてる。ちなみに、僕らは当てちゃいけないんですよ。当てちゃ、当てない答えを。当てないような答えを言ってください。なるほどね。運転をして、買い物戦争。ジム。妖怪だ戦争。妖怪だ戦争。妖怪だ戦争。相模オリジナル。綱引き。ヘッドフォン。ヘッドフォン。なんか収穫してない？ドライブ、運転。ランドセル？汗かいた、汗かいた。あ、空を見上げて。労働基準法、労働基準法、労働基準法。正解。そうそうそう。当たるかそう、当たるかそう。髪切った？あれでも、いや、なんか打ってるな、これ打ってるな。マリオカート、ジェットコースター、ゴーカート、山登り。ピエール滝。いや、それも実言えないでしょ、そんなの。いくら何言うとは言えない。そんな言えないでしょ。山登り、散歩、NASA。ゴルフ、バーテンダー。バーテンダー欲しい。ゴルフが欲しい。ゴルフ欲しい。お、お、お。あ、わかった。俺は実は、レースクイーン、ゴルフ、違います。ホールインワン、正解でしょ、これ。ホールインワン正解でしょ。違うの？あ、違うの？栗拾いあの、うん、M さん当てていいんですからね、うん、今の栗拾いですからね。打ちっぱなし、ゲートボール、野球、うん、OB、 ファー、打って打って打って、パッター、ちょっとちょっと打って、パターな、それを言うならパターな、うんうん、パッター打って、ポッター、ハリーポッターハリーポッター、あー、汗かいて、ね、ゴルフボール、うん、ホグワーツ魔法学院、ホグワーツ、あー、なんだっけ、クリケットじゃなくて、なんだっけ、あれ、まあいいか、テニス、何でしょう、バドミントン、なんか頭多勢に無勢、やばいね、これかぶって叩いてじゃんけんポン、やればやるほどこう、うん、網にかかるぬかるみにはまっていく、すごいね、これ。でもこれはゴルフでしょ、そうね、これゴルフ、ゴルフではある、ゴルフではありますよ、じゃあ、つまりキャディーさん、はい、イケポチャ、あ、だからそういうことですよね、ゴルフ用語でしょうね、多分ね、はい、キャディーさん、イケポチャ、ゴルフワン、もうあと大ヒントですよ、これ、ホールインワン違います、ゴルフボール正解、イケポチャ欲しい、イケポチャ欲しい、どんどん行こう、ミンゴル、キャディーさん、ナイスショット、ゴルフ用語ください、皆さん。ミンゴル。どんどん行きますよ。ナイスショット違う。キャディーさん、バンカー。バンカー正解。バンカー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 って答えあります。素晴らしいですね。答え、バンカーってあります。やっぱり、姫走ってたよね、最初。レオさん。バンカーなのに。ドラゴンショット。さっきからね、M さん当てる気ないんですよ、あの人。誰だか知らないですけど。山下武さん、パターン違います。バンカーのレオさん正解です。ありがとうございます。レオさんには、番組オリジナルステッカーと、NASA のショットグラスを2つ差し上げます。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。これは、あれですよね。あの番組のメールアドレスかなんかに、住所を送っていただいて。送っていただいて。レオさんは以前、ステッカーで当たったことあるんで、ステッカー送って住所こっちにありますので、はい、ショットグラスプレゼントさせていただきます。はいはい、めっちゃ幅広いですね。めっちゃあの答えの幅が広いですね。広い、はい、幅が広いですね。はい、もし、バンカーむずいな。もし当たりましたら、はいはい、ショットグラスを、写真撮ってもらって、できればね、なんか、シャープ木曜日よりの使者でアップしていただけると嬉しいです。本当にかっこいいですよ。かっこいいよね、これ。それかっこいい。この外からすかっこいい。はいはいはい、欲しいもん。やばいでしょ。欲しい、欲しいもん。かっこいいでしょ、欲しい。次行きましょうか。行きましょうか。はい、次は、次は、ルー君の、ルー君と色違いのお揃い。この、デレン。まあ、白がかっこいいですね。白がかっこいいですね。ロンジョンの T シャツ。サーファーの、はい、M サイズですよ。M サイズ。女性でも男性でも着れる M サイズですね。はい。
はプレゼントしたいと思います。ちょっとね、ワンピーっぽく。はいはいはい。あ、そうそうそう。うん、あの、下のズボン履かないでね。あ、そう、ちょっと長めのシャツにパンツ。ショーパンでもショーパンでもショーパンでもいいよ。ショーパンでもいいよ。シャワー上がりの、あ、そっちでもいい、そっちでもいい。その感じ、その感じが。普段ショーパンでも、あ、一回来てください、一回来てください。あ、姫が一回来たというプレミアつきました。ありがとうございます。あ、ちょうどいい。ありがとうございます。ちょうどいい。そうそう、そういうこと、そういうこと。これはやばいよ。ちーちゃん、ちーちゃんこれ当てなきゃ。ちーちゃん。ちょうどいい。ちーちゃんこれ当てて。あ、ツイッターとインスタ上げてください、うん。お願いします。ちーちゃん当ててください、これ。で、なんだけはいはいはい。いきますか、じゃあ。次の問題いきましょう。姫、ね、後ろ向いてみて、ちょっと。はい。背中もかっこいいです、ね。おぉ、かっこいいかっこいい。あ、行きましょう。なので、姫が来たという。うん。お願いします。はい、じゃあ行きましょう。当てないと。ちーちゃん当てないと。りょうさん応援してる。はい、はい。嬉しいね。歩くな、よく、よく歩く、よく歩く。よく俺、歩くから始まる、絶対。これね、全く関係ないの。歩く、走る、全く関係ないの。あ、そうだな。姫の、現地に行くまでが入るから、問題に。答えもう出てます、ロケット。お、NASA から来てんだね、あれ。そうね。パパの心理を読んでるの。パパが問題考えてる。なるほど。なるほどな。更新。うん。はいはいはい。観音菩薩。近藤さん。どういうこと？どういうことなんだ、それ。整列。堀ちえみ。あ、なんか。あれ、もう、これ、始まってる。ずっとやってる？ずっとやってんの？これ。ずっとやってんだ。うん。はい。おっかん、おっこん、ゆこうよ。そっちに行くやん。そっちに行くから、こっちに。ダメだよ。そっちに行っちゃう。違う違う違う。こんまり、映画、卒業式。え、おもう近いの？どれ？どれ？卒業式近い？もう正解じゃないですか、じゃあ。卒業式。あ、コンサート。時期的な話ね。コンサート、時期的なやつかもしれないです。もう、マノッチはね、パパの。皆さん。パパの考えを読んでるんです、多分。はいはいはい。ライブ。確かに。え、でも、卒業式近いってことは、もう4月になるんで、あれじゃないですか。答えじゃないですか。もしかして、いや、もしかしてですよ。答えじゃないですか。だって。で、もしかしたら曲かもしれない。曲かもしれないね。校歌？入学式。あ、入学式違う。違う。校歌。ライブ。校歌が近い。校歌が近い。うん。歌かもしれない。歌かもしれないよ。卒業。卒業。違う。窓ガラス壊して回った。そんなことしたいか。そんなことしたい。そう。盗んだバイクだ。そんなことしたい。そんなことしたいか。そんなことしたいか。盗んだらいいか。え、合唱。合唱。合唱正解。合唱。ちーちゃん、あ、ちーじゃない。マノッチ。マノッチ。あ、違う。青毛はトウトシどっち？違う。合唱？合唱は、谷間太陽。あら、あら。これ Q さんだ。合唱が正解？キュウさんだわ、これ。うん。キュウが、そしたら、本当ですよ。キュウさん。いいんじゃないですか、いや。じゃあ、これはね、繰り上げで。同時だったんで、同時だったんで、M さんに。M さんですね。M さんにプレゼント。見て答えたわけじゃないから。M さんに。M さん。M さんにプレゼント。めぐるめぐる風ですね。めぐる思いにのみ。ちなみにね、キュウさんには、同じシャツでお土産も買ってるんだよ。ああ、もうこれ、あの、二重になっちゃうから。そうそうそう。M さんにプレゼント。これは M さんに。おめでとうございます。M さん、おめでとう。残念。ちーちゃん残念。ちーちゃん残念。惜しかったな。ちなみに M さんは、誰か知り合いでしょうか？知りませんかね？で、番組宛にですね、メールかな。住所送ってくれれば、メールで住所送ってくれれば、M さん、ごめんなさい、答えても、番組に住所送ってくれますか？で、送ってくれたらそれを、ツイッターの公式アカウントの DM で送ってくれてもいいです、住所が。そこに住所送ってくれれば、これを郵送させていただきます。はい、ツイッターまたはインスタグラムということですね。つまり。ダークです。どういうことでしょう？どういうことなの？はいはい。ダーク。あ、わかった。わかっちゃった。あ、わかった。わかった人なの。ああ、わかった。ああ、よかったです。はい。ダークさんか。そこにじゃあ送ってもらって。みんなもう。じゃあ、郵送させていただきますんで、これにて、独断クイズ、正解は姫だ。はい。終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。一旦コマーシャルいきましょう。一旦コマーシャルいきます。今日はもう少しやります。やります。集まれ。一人
べての人に最適な選択と言ってくれる会社を目指して。集まれジョブポップ。山本さん、時間がそうですよ。いきます？交代で。そうしましたら、トーマくんがそろそろ時間なんで。すいません、なんか。ありがとうございます。じゃあ、また。じゃあ、一気な感じで。じゃあ、いいですか？すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。全然、ヒカルさんと話ができてないです。すいません、本当に。最後にですね、はい、6月22日にですね、はい、僕のことを呼んでくれたアスカさんという、アスカさん、あ、アスカちゃん、ね、シンガーソングライターとですね、アスカちゃんの歌いいよね、いいですよ、いいよね、吉祥寺、デイドリームという、場所でですね、ライブをさせていただきますので、はい、よかったら僕の、あの、出てるね、この、ここから。ツイッターアカウントフォローしてもらって、そちらで、いただければ、あの、はい、いいライブやりますので、よかったら、足をお運びくださいませ。本当にいいライブするんですか、はい、本当にいいライブする。普段吉祥寺やられてるんですもんね。やられてますね。はい、ライブ見に行ったことあるんですよ、当然。はい、うちの箱でやってもらったんですけど、はいはいはい、ライブいいですよ。もうドカドカでした。見たい。ドカドカ。吉祥寺。アスカちゃんのライブも見たけど、はい、いい。そうなんです。もういいの。だから、二人出るんでしょ、やりますね。じゃあもう絶対間違いないんで。よかったら皆さん遊びに来てください。お願いします。ありがとうございました。皆様の心の立体駐車場、どうも、トマトマインでした。ありがとうございました。すいません、心の立体駐車場。ありがとうございました。See ya! バイバイ。ありがとう。トマ、トマありがとう。またするわ。ありがとうございます。トーマくんの代わりじゃ、はい、ではないんですけど、はいはい、ここで、飛び入りゲストが今日はなんともう多いですね。だからね、はい、もう延長せざるを得なかったんですよね。今日はスペシャルゲストが飛び入りの、下北 FM プロデューサー、はいはい、大島さんで会ってましたか。あ、下北 FM のキャッ、自分で説明しますから。あ、じゃあ、行きましょう。説明しません。本名言っちゃってまずかったかな、今。あ、はい、失礼いたします。失礼します、はい、お願いします。下北 FM から来ましたキャラ上げと申します。キャラ上げさん、キャラ上げさん、キャラを上げる感じの、キャラを上げる感じ、はい、唐揚げの方から来てるんでしょ、はい、正解です。そっちですか、ね、あ、はい、なんとそっちからだったんですか。そうだ、唐揚げの方から、まさかの、はい、あの、毎週木曜日に唐揚げを食べてるんですか。あ、そうそう、唐揚げを食べてる番組があるんですよ。なるほど、なるほど。あの、AKB とか、メジャーないわゆるアイドルさんが18時半から最後の23時までやってるイベントなんですけど、はい、かぶってなくてギリギリ、そうそう、間に合いました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日ならいけると思って。10時から始めてたら、はい、10時から12時までやってたら宣伝しづらいなって。確かに。裏番組です。すいません、すいません。終わってからそのまま来ました。ってことは、6時からは、その番組、キャラ上げさんの番組見て、そのまま、これ見たらちょうどいい感じですね。むしろ今から出るぜって言えば、あ、お願いします。それは連想で見えるっていうね。じゃあ来週のゲストはキャラ上げさんにお任せします。お願いします。はい。もともとですね、下北 FM の最後の番組僕やってるんですけど、はい、で、今回そのポーゼさんの絡みで、はい、実は出させていただきましたということでございます。はい。以前、僕のその最終枠に、ポーゼさんの番組を作ったことがあって、それの依頼、依頼きっかけで、で、初めましてですよ、ね。なぜか初めましてですよ、ね。そうなんです。ラジオですよね、FM ですからね。映像もあります。映像もあるんですか。そうなんです。何で見えるんですか。まさにショールームとかで。ショールームじゃもう一緒ですね。はいはい、ね、一緒ですね。うん、あと、なるほど、フレッシュさんとかね。はい、はい、はい。フレッシュ、はいはい。あのフレッシュですね。あのフレッシュ、ね。あ、もうちょっとあれ、フレッシュの話 NG で。あのフレッシュ、あのフレッシュ。フレッシュの話ではないです。向こうがすごいのはもう有名な、本当に AKB チームメイトとかね、もう有名な、すごいもう、名だたる。なるほど。名だたる有名な、有名な人たちが。来ました。すごい方、はい、その名だたる有名な人ちょっと呼んできてください。名だたるそのまま引き連れてきたいですね。連れてきてください。連れてきてください。お願いします。お願いします。はい。まあ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 、そんな感じで、はい、番組最終枠だけ僕プロデューサーで。毎週やってるんですか。毎週やってます。毎週って結構大変ですよね。内情的な話でございますけど。はい、いや、僕らも毎週やってるじゃないですか。はい、はい、はい。わかりますよ。大変ですよね。なんか毎週ね。ブッキングして僕ゴールデンウィーク中の木曜日、もう早々に NG 出してますね。
早々に行きませんって送ってますから、毎週ってそうなるから、そうなんです、毎週ってそうなるから、まあルーチン化すればね、うん、まあなんとかなりますけど、だから、うん、ちなみに4年やってるっていう、あ、マジですか、そうそうそう、あれすごい、僕は1年半ですかね、ここは、うん、はい、あ、なるほどなるほど、はい、そ、ね、毎週って大変ですよ、うん、ちなみに下北 FM さんずっと15年間ずっとその木曜日だけやってるっていう、ね、ああ、じゃあすごいじゃないですか、そうなんそうなん、すごいなって思いながら僕は最終枠だけ担当してるので、うん、え、ラジオでもやりつつショールームフレッシュでも全部でやってる、そうです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 、映像があるからライブもできるんですよね、そうなんです、すごい、じゃあ遊びったらいいんですかね、僕ら、そうですね、またっていう話がありました、ありました、そうなんです、そうなんです、そのまままたこの番組に来るっていう、そうです、そのまま、あ、楽しい、あ、移動中も全部あのショールームでこうやってやってね、はい、キャラクターさん、お酒行きます、お酒をちょいちょい、あ、ちょいちょいのやつ、はい、基本飲む番組に、あ、なるほど、いいんですかね、はい、じゃあ、よろしくお願いします、よろしくお願いします、あの、見てる人も乾杯をお願いします、よかったら飲んでる人で言いましたら、もともとキャラ揚げさんは何をされてる方なんですか？もともと、もともと、なんで2回言ったかというと、はいはいはい、あの、マネージャーやってて、はいはいはい、どの枠のマネージャー？演歌歌手の女の子、はいはいはい、さくらまやちゃんっていう子の、はいはいはい、マネージャーのデスクのホームページとかいろいろと更新したりとかっていうスタッフだったんですけど、はいはいはい、で、そのきっかけで下北に携わり、はいはいはい、で一回離れて IT のアプリケーションを作ったりとかして、はい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 、ああ、でまあなんかその流れでまたアプリケーションとかその IT になったのでショールームとかそういうのに近くなって触って、はいはいはい、僕もやりたいって言って配信ショールームとかもやってたりするんですけど、はいはいはい、そっからまたなんだろう配信とか、でもまた演歌歌手からアイドルってまたまたすごい結構飛びますよね、飛びますけどね、長山陽子って感じで長山陽子アイドルから演歌ですけど、はいはい、うん、演歌から逆ですけどね、うん、逆長山陽子ですね、どこで売り込んだって思うんですけど、そうそうそう、インテリプロデューサーさんはあの宴会プロデューサー、インテリです、あ、インテリのプロデューサーさんは天下を取りに行く Z のプロデューサーさんなんですか、あ、やってましたね、そうですね、あ、サイトってうちの斎藤ですか、斎藤さん、うちの斎藤さんそういうことね一切話さないですよ、うん、一切話さないですよ、あいつ入ってたら話さないですよ一緒にやってる仲間なんですけど、はい、もう一緒の会社で一緒にやってる仲間なんですけど、そういう話一切、うちのスタジオ結構すごい人来たことあって、はい、なあれ ドラゴンボールの野沢陽子さんとか、すごい録音しに来て、はい、収録しに来たことあるんですよ、はい、そういうのもすげえ後から言うんですよ、はい、もう言って来たっつって言ったらもう相当前から決まってたはずだから、そんなもうだってインスタグラムとか上げたいじゃないですか相当前からさ、はい、決まってたでしょ、はい、ってそんなの、はい、もう全然言わないですよ、終わってからもう半年ぐらいしてから、はい、そのドラゴンボールの話になった時、あ、野沢陽子さん来たことありますよ、うっそ今言うのおっせよっつってそれはおかしい、あいつそういうこと全然言わないですよ、かなりすごいニコニコしていじられてね全然言ってくんないですよ、なるほどなるほど、そう、野沢雅子、え、野沢雅子、ま、そう野沢雅子か、そう雅子ですね、オラゴくんですよ、あのモノマネの芸人じゃない方ですよ。あっちじゃないですよ。そう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 。ご本人の。ご本人の方です。アイデンティティ、アイデンティティじゃない方。ご本人登場の。ぶっ殺すぞじゃなくて。登場してる方、来る方です。なるほど。そういう場所で、今収録しています。そういうことですね。そう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 、はい、はいはいはい。同じ地面を踏んでるわけですね。乃木はよ、乃木はよこと混ざってた。うん、いや、そうそうそう、俺もなんか、ちょっと、俺もどっちだったら、難しいですね。乃木はよ、乃木はよこと。もやもやしてました。野沢雅子ですね。野沢雅子、野沢雅子。オッセオラゴ悟空ですよね。雅子なって言われてる。そう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 。ありがたい。なるほど。ちなみに番組を、名前が木曜日よりの使者。はい。僕の伝えられずに来ましたけど、そうそうそう、僕の大好きなブルーハーツのヒロトさんが、はい、あのやその後にやったバンドのハイローズでやったバンドの日曜日の使者っていう、なるほど、はいはい、ラーラーという、はいはい、あれのパクリですね、はい、いわゆるパクリです、なるほど、なるほど、
いいですね。僕もちなみに僕の番組名が素敵曜日ナイトスクールなんですけど。あ、なんか聞いたことありますね。何だろう、あれ何だろう。探偵ナイト。あ、探偵ナイト。言っちゃった。あ、そうか、はいはい、聞いたことあるっすね。ちょっとパクってやってみましたって感じで、パクれるもんパクったらいいです。怒られたらやめます。怒られるってことは有名になったってことだからね。そういうことですよね。怒られ始めたら、ね。そうそうそう。そしたらもう買い物すっきり買える。すっきり買えるか、収めるも収めます。収めるも収めれば問題はないっていう、ね。そうします、そうします。はい、そうそう、最近そのフォーゼよりの死者に乗っ取られそうになってるんですよね。あらあら、フォーゼよりの死者がもう。乗っ取っちゃうと。死者がこうやってこう。死者がすごいんですよ。死者の色が。色がね。死者が強い。死者が強い。うん、どこを目指していけますか、この番組自体は。だ本当は最初、はい、始めた当初は、最初にテレフォンショッキングっていう枠の時間がありまして、ほう、なんかどっか聞いたことがある、ね、聞いたことあるうちの番組のコーナーはオリジナルですよね、でもオリジナルテレフォンショーキング、はいはい、素晴らしいあれテレフォンショーキングテレフォンショーキングっていう完全オリジナルの企画ですよね。オリジナルの企画ですよね。そうですよね。っていうまさか、まさか。こういうグラサンかな、そういうコーナーを完全オリジナルの企画を。今ちょっとお休み中なんですけど、再来週あたりから続けていこうって話なんですけど、サブタイトルに、ロードトゥータモリって書いてありまして、はい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 、別にタモリとは言ってないですよ。いや、でも、完全オリジナルですよ、ね。完全オリジナル企画です、ね。友達が友達を呼んで、はい、呼んで、いつかタモリに行けないかって。斬新。斬新。斬新。はいはい、斬新。どうでしょう、はい、行けないかっていう、いいですね。っていうコーナーをずっとやってたんですよ。なるほど。しかもノーギャラでね。ノーギャラで。友達として来てこい。はい、はい、ノーギャラで。タモリがノーギャラで来る場合、相当。相当でしょ、ね、相当な何年かしたらいつか来るんじゃないかっていう。高倉健とか。来るかもしれない。来るかもしれない。高倉健レベルの人が。確かに。おい、タモリ。来いよ。ちょっと。ちょっと来てくれよ。高倉健はまずノーギャラで呼ばなくてその前に。誰呼んだら、誰呼んだらいいんですか、それ。だから、毎回言ってますけど、あの、コージー富田が来たら一部勘ですね。もう。一部勘。もうほぼタモリ。後ろから来たらもう最高。ほぼタモリですから。なるほど、なるほど。それで、そっか、そうか、そうですね。そういうことだ、ね、はい。斬新だな。あの企画いつ復活するの？そうですね。再来週あたりから復活しようかなと思って。そうですね。来週はちょっと間に合わないんで、再来週あたりから、番組。いや、俺でも前回。番組を1時間半にできたら。はい。やろう、始めよう。今1時間なんで、ちょっと足りないんですよ。はいはい、なるほど、尺的に。尺的に足りないんで、うん、1時間半にしたら戻しますんで。うん、はい、やりますから。もしかしたら、その、坂のコーナーを用意したら来るかもしれないです。坂のコーナーって何ですか？走るやつ。いや、タモリさん、坂大好きなんで。あ、坂走るやつじゃなくて。走るやつじゃなくて、坂を行く、ブラッと行く。坂をブラッと行くあ、そういう収録ありですね。そう全力坂とかじゃなくて、じゃなくて、ああ、なるほど、坂好きですよね。知ってます。坂大好きなんですね。知ってます、ね。マニアックなのが好きだ。はいはい。そうそう、手強いな。タモリ。そうそう。ちょっと頑張ってやっていこうかな。坂難しいな。はい、なるほど。キャラ上げさん、もしかしたら、はい、第1回目のゲスト、はい、キャラ上げさんから始めるかもしれないです。ただ、僕からスタート。はい、もう気をつけないと、気をつけていただかないと。坂用意して。ただもうその話で言うと、僕前一緒に組んでた四コンっているんです。はいはい、いや四コン、あれ四コンから言っちゃうと、四コンパパ、パパがオスマン三コンなんですよ。おで、オスマン三コンの息子と一緒にグループやってたんですけど、四コン、これがのゲストね、四コン、はい、で三コンさん、一回ご飯、あ、一回で、まあ、ご飯たまに行ってたんですけど、うちの店にも来てくれたことありますよね。タモリさんのことをタモリって呼ぶし、それは外人特有のあれ、あのたけしさんのこともたけしって呼ぶし、だからそれ外人特有のあれな、これもう4号から言っちゃったら2ステップでいけるかな、いや、ただノーギャラってとこだよな、問題ノーギャラっすよ、あ、だからやっぱ3号からじゃダメっすね、じゃあ3号もノーギャラですからね、だから確かに、ああ、そう、そうそう、ノーギャラ、いや、でも息子に言われたら、あ、そうそう、だそういうノリでタモリを呼んでやろうっていう話ですね、だからそうそう、やっぱそう、いや、そうだよな、息子なんですよね、だから。息子で。サンコンさん、ケールね、いつ届けてくれるんですか、ね、ああ、ね、ケールだっけ、ケールで、はいはい、野菜で。野菜で。ケールのね、今、栄養素が高いと言われているケールでございますけどね。知ってるんですか、はい、知ってるんだ。全然知らなかったから、ね。そのサンコンの息子は今作ってるんですよ、それ。ケールを。はい、ケールを。農家やってて、なるほど、静岡それで東京進出しようって言うから、みんなでやめとけって。東京って、女性には大丈夫。そうなんですか。
東京って思いのほか土地高いよっていう話をしてね。ケルルって利益出して、家賃払えんのかっていう話をみんなで。東京で、ケール育てるって言ってたんですよ。あ、それは良くない。いや、無理だって。静岡で育てて、持ってくれる。しなさいっていう話なんですけど、はいはい。ケール店を、ね、はい、ケール店を。はいはいはい。ケール王子。青汁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 王子。ちょっと青汁が見えなかったからケール用字って見えちゃった。そうですよ。今日ね、文字がちっちゃいんですよ。いつもね、大きくしてくれるんですけど。そうです、ね。今日斉藤さんテンパってて。あ、テンパってて。はい、ダメなんですよ。いえいえいえ。なるほど、なるほど。すごいなぁ、でも、そのキャラ揚げさんの、なんていう番組でしたっけ、ナイトスクープ、何でしたっけ。ナイトスクール。素敵曜日ナイトスクール。ナイトスクール、ね、ナイトスクール、ナイトスクール。学校テーマに。学校テーマ、どんな感じなんですか、そのゲストが普通にこういう風に喋って終わりな感じですか。テーマがあるんですか、なんか。番組のオープニングで、はい、あの曲が流れて、はいはい、で、出ていただいたゲストさんが、はい、自己紹介して、はい、最終的にライブするとか。ライブをするんです、ね、ライブね。パフォーマンス時間とかっていう。で、あともう一つは。演者の人が多いですかね。まあ、演者の人も多いですし、はい、まあ、なんだろう。アーティストの方、プラスアルファ、うん、あの、タレントさんとかも結構多かったり。みんなそれは制服だったりするんですか？スクールだからね。スクールだからね。あの、そんなに僕、あの、校則厳しくなく。あそこの学校ね。そうそうそう。あの一応学院長っていうテーマでやってたりしてるんですけど、なんか自分らでなんか学生服を持ってきて着始めたのは去年の。うん、あ、一応今着てるんですね。あ、そう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 。まあ着なくてもいいよぐらいの。そうそう、いいのに着てきたっていうところはありますけど。はいはいはい、そう、入る学生服あるかな、俺。学ランでちょっとこう、羽織れば。羽織ればいいですね。そうそう。ちょっと。先生っていう役割もあるのでね。家賃高いから静岡にケール。ケール。あ、ケール。ケールだけ、ね。ケールだけ。ああ、なるほど、ね。恥ずかしいから消したい。はいはいね、自作自演ですか。乗り突っ込む。いいでいいのかな、わかんないけど。呼んで欲しかったんでしょうね。彼 MC なんですよ。元。今もやってる。今も、はい、3人で回してるんですよ。はい、だから僕とルー君と Q っていうのがいて、3人で回してるんで。なるほど、なるほど。素敵ですね、はい、いいですね。ほぼヒカルいますけどね、はい、ね、ヒカル、はい、もうヒカルはもうアシスタントになったのかって書いてましたもん、さっき書いてた、はいはいはい、そうですよね、はいはい、MC は今日一人でやられてるんですか。僕ね、はい、あまり表に出ないタイプなので、もともとそのプログラマーっていうのと、はい、音響さんやってたんで、はい、どっちかって裏方の気持ちが強いんで。気持ちが強くてもでも学生服着て出るわけですよね。いや、僕はか学院長なんで声だけで、はい、ああ、天の声みたいな。ああ、なるほど。じゃあ彼と一緒ですね。あ、彼と一緒ですね。彼と一緒ですね。そうそう、表に出るタイプではないと。で、天の声からの指示で、はい、あ、じゃあもう今日は珍しく、はい、はい、出ました。矢表に、矢表に。どうしよう、どうしよう、そのつもりではなかったつもりなのにっていう、はい、ここに出ちゃうと、だってもしかしたら AKB の方が見てる可能性あって、いや、見るんじゃないですか。ねえ、アーカイブで見るんじゃないですか。あの方が、アーカイブで見るんじゃないですか。アーカイブが、いやー、もしキャラ上げさん、はい、から聞いて見たって人がいたらちょっとコメントもらっていいですか。あ、欲しい、それ欲しい。あ、ほら、うん、俺なんてただのカリスマです。あら、それは、あの Q さんなんで。 Q さんで。あれ Q さんなんで。あ、そうか。そんなに影響はあるかどうか。いや、でもキャラ上げさんが言ってきたってなるとちょっと期待しちゃいますよね、うん、AKB の人が見たらすごい、確かに、はあ、ですよね。さっきちょっと絡んできたっていう、ねはあ、だってショールームちょっと今みたいなとこある、ね、今ちょっと LINE してみて、はあ、今この番組ちょっとショールームログインしてみてくんない。ちょっと見て、ちょっと見て、ちょっと見て、ちょっとコメントしてくんない、コメントしてくんないって言ってもらって。一応人脈ねえよ。はい、あ、そういう感じですか。そういう感じ。あ、この人知ってるなぐらい。あ、なるほど。でも言ってもみんなその AKB の方とかがそのゲストで来て、そこに天の声で突っ込んでいくわけですよね。AKB さんに突っ込んでるわけじゃないですけど。ああ、違うんですね。ああ、また別に。絡んでる方とかと、なんだろう。候補生とか。たまに、その元 AKB の方とかが出てくれあさったり、はい。ああ、なるほど。元 KB の。元 KB の。はい、なんか確かに癒される声してますよね、なんか。なんあ、癒される声。ああ、わかるわかる。スッと入ってくる。なるほど、なるほど。
ちょっとスッと入ってこないもんね。光の声ね。もう全然そう。なんかケールで包んでほしいですよね。もうちょっとそうだね。一回ケールで包んで。サムギョプサルみたいな。サムギョプサルみたいな感じで、いただきたい。ケールに包まれた。そのままケイらないようにしてね。ケイらないように。ああ、うまいこと言いますね。ここから見ました。はいはいはい、姫が可愛いから見てます。あ、はい、そっか、俺飲まないと姫が。ああ、そうそう、姫がね。俺今日すごいペースで飲んでるよ。ちいちゃんごめんなさい。ちいちゃんごめん。すみません。ね、飲まないと来ないからね。今日姫、おっぱいの話ばっかするから、全然ここにいてくれないんですよ。来ないですよね。来ないですよ。お願いします。あ、怒ってる怒ってる。姫怒ってる。ごめん、姫。か、変わりますか。姫はもう、大丈夫です。はい、姫は喋れないんで。あ、はい。天の声だったら参加できますよ。フォーゼのメンバーさんからで見始め、あ、レオさんってそうなんですか。レオさんそうなんだっけ、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そう、レオさんは、キリちゃんの、あ、なるほど。時からいるですね。マノチいつものペースですね。いや、マノチこの間飲んだな。いや、でマノチは飲まなかったんだけど、マノチと名古屋に一緒に、あ、そうなんですか。僕がベロベロになってく様を、マノチは横でシラフで、はい、車で。車で来てたんで、一番恐ろしいやつ、恐ろしいやつなんですよ。地獄の沙汰じゃないですか。そうですよ、マノッチ俺の、うん、俺が酔ってくるのをずっとシラフで見てる。あ、9時、8時から3時までいたんですけど、はい、まあ、6時間ぐらい一緒にいるんですけど、マノッチは一滴も飲まないんですよ、はい、ひどいですよ。あ、地獄だ。テキーラ20杯飲んだ。地獄っすよ。出てきました。急に姫ありがとう。急に俺がお前のことどんだけ好きか教えてやるって言って、いきなりバーンって非常ベル鳴らし出すやつですよね。あ、そこまでやってない。そこまで言ってない。そこまでやってない。ひどいっすよ。やるんすよ。自分の店の、自分の店の、自分の店の非常階段、非常ベルあるじゃないですか。で、みんなベロベロなんですけど、人から聞いたんですよ。僕、実際自分覚えてないんですよ。ひどかったっすよ、マジで。で、お前な、このボタン押すと、誰が一番困るか知ってるか。あ、店のオーナーなんで、うん、あ、関さんだと思いますよつって。そうだろ、だろ、そうだろつって。バーン。ジュリー。わあ、わあってもうみんなで。わあ、関さん、関さんも自分が怒られない。突っ込まれて。で、救急車が来てむっちゃ怒られる。消防車か。ああ、そうだ、消防車来てむっちゃ怒られる。そういうことするんですよ、僕酔うと。ほぼ自分が被害。受けるんですよ。受けるんですよね。もう、それをマノッチが見てたわけですね、その。だそこまでやってないです。そこまでやってない。マノッチさんって結構お堅いんですね。なんか、一滴も飲まないって。ああ、その時はね。車だったんですか？その時はね。マノッチたまたま車で。いや、普段はもうクズだよ、多分。クズは、普段は。多分クズだと思うよ。わかんないけど。姫がさよならした。はい。ね、そう、お店に迷惑かけちゃダメ。お店に迷惑かけちゃダメだけど。ダメだけど、そのお店がやってるから。そのお店が俺の店なの。自爆やない。ひどい話ですよ。よくやるんすよ。ようやるなと思って。よくやるんすよね、僕そういうこと。普段はクズや。やばい。なるほど、なるほど。よくやるんすよ。気をつけても、だから気をつけてますよ。38ぐらいから記憶が飛び出して、そうなんですよ。このままじゃまずいなと思って、4、5年かかったんですけど、最近はそこまでなるべく飲まないように。はい。なるほど。気をつけて。セーブをして。いや、もう、すごいことやるんですよ。いや、本当に。ありますあります。いや、まだこれでいいじゃないですか。そうでしょ、そうでしょ。こうならなければね。なったこともありますよ。言っていいやつなんですか。今、言っていいやつを選んで言ってます。選んで。ケールに包んでね。ケールで。脂っこくないよ。脂っこくないよ。なるほど、なるほど。そうですね。自分の店で。自分の店で。そうか、なるほど。またなんかマノッチはスマートに飲んでるんですね。はいはいはい。え、どの、あの、普段はどの辺で遊ばれてるんですか、いつも。どの辺で遊ばれてるんですか。僕はこの辺に。あ、この辺、あ、この辺なんですね。板場、あの、池袋と下北で準備してます。はい。そうなんですね。斎藤とは何だったことあるんですか。は、あの、フォーゼさんの、はい。あの、もともとプロデューサーの、レコーディングでかなんかで。あ、お世話に、ここで番組、撮ってた。ああ、なるほど、なるほど。全然言ってこないですよね。そうですよね。はい。よろしく、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあでも収録とかは実はやりたいことがいっぱいあるので、使いたいなと思ってます。ああ、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。声優さん呼んだりとか。ああ、よろしくお願いします。その時は声かけします。あ、よろしく。ぜひお願いします。有名声優さんとかね。はい。
下北、下北よく行ってました。よく行ってたんですよね、レオさん。古着買いに僕も行ってましたね、もう若い頃に。あー、下北といえば古着というイメージがね。演劇と。まあそうですね、俳優さんたちの卵だとかがね、歌い手の卵とかね、いっぱいいますよね、下北はね。でそのうち一つの界隈でアイドルっていうので下北 FM っていうのがあるんですね。下北ってこの辺にあるんですか？おっと？おっと？あの都内ではあるよ。ど天然が。ど天然が。ど天然出ましたけど。あ、地球規模で見たら近い。確かに。ああそうだね、うん。宇宙規模でも近いかも。宇宙規模で言ったら隣だね。隣。隣。そこの辺で遊んでた。うん。そうね。タクシーだったら遠いけど。はい。地球規模だったら、ね、だったらもうすぐ目の目と目と鼻先ですね。ちょっとちょっとこう小指ずらすだけで、ね、もうすぐマウスのクリあのグーグルアースのこと言ってる。グーグルアースだったらグーグルアースだったらもうキュッてやる。キュッてやったらもう大阪行っちゃうんだよね。ちょっと近くに寄ってからキュッてやるぐらいの距離。ぐらいの距離。下北は近いって言えるかもしれない。確かに。はい、世田谷にある。そうね、はい、下北行ったことないの？下北はまだ見かけた。板橋から出たことない？あ、ちょっとあんまりあのどこ、え、どこ行ったことある？東京、東京だったら、うん、で東京住んでたの？山手線沿いです。山手線、例えば、例えば町の名前言ってみて、うんうん、渋谷、おー、渋谷、渋谷、新宿、新宿、はいはい、知ってる、池袋、池袋してる、うん、ですかね。3つ？すっごい。え、東京生まれ、東京育ちでしょ？はい、東京。東側はその3つ嘘でしょ？あらあら。福岡生まれ、東京育ち。あ、福岡生まれの東京育ち。福岡ではどこ行ったことあるんですか？福岡では博多。博多。聞いたこと、聞いたことある、聞いたことある。聞いたことある。天神？聞いたことある。一緒、一緒やもん。知ってる、知ってる。中洲？一緒やん、全部。一緒のとこに、一緒のとこに、横にある。ちっちゃいとこ、横にある。え、この駅。動いてるの？え、そっから動く、出ないの？嘘でしょ？外れたら。マジで胃の中の蛙だよ、あんた。胃の中でケールに包まれて。ケールに包まれて。ケールの外には出られない。ちっちゃい範囲で。なります大山戸田公園。登場戦じゃない。ああ、ね。最強戦ですね。最強戦ですね、これ。ああ、戸田公園は。大山か。あ、戸田公園は最強戦。だから。ちょっと複雑ですよ。あいつ難しいこと言う、はい、確かに。ちなみに僕大山に、うん、拠点を置いてます。ああ、いや、家が、家があって、僕ももうその辺なんで、もう、ね、あ、そうね、近いですよ、はいはい、僕も行ったらその辺です。ハッピーロードでなんかしたいな、はい、あー、なるほど、はい、ハッピーロード意外と家賃高いですよ、はい、そうなんですよね、高いですよ、はい、そうそう、美味しいね、あのカフェとか見つけたりするんで、はいはい、美味しいカフェあるんですか？あります、あります。そうなんですか。あんまりカフェ行かないからな、俺 3.5 以上のね、あの、あー、食べログのね、そうそうそう、はいはい、スイーツ男子だった、大山にあるんですね、そういうお店。あります、あります、あります。詳しい。あ、もう、もう、スイーツ男子なんですか？上板橋地元なんで、僕。はい、あー、なるほど。もう、駅2、3個なんで、はいはいはい、よくよく遊びに行ってました。はいはいはい、ボンタン作るときに、はい、下手、はいはい、当時僕はまあ、まあ、44歳なんで、はいはいはい、その当時ボンタン作るときに、下手屋が大山にありまして、はいはい、みのり屋ってとこがあって、はい、そこ行くと、まあ、悪い人がいっぱいいるんですよ。まあ、ボンタン作るよ、ボンタン、ボンタン作りに行くんですけど、そこ。みんなボンタンを作りに行ってるわけですよね、はいはい。そこに行くためによく大山は遊びに、下手に行ったりとか、はいはい、まあ、ついでにゲーセンとかも、ね、行くんですけど、はいはい。え、みかんの種類ですか？それはポンカンのことかな。キャラピースイーツ好きだ。ボンタンって知らない人がいた。あの、ズボンのさ、それはね、こういうやつ。こういうやつ。ズボンがキュッてなってるやつ、こう。あたくな。そうそう、広がってキュッとなる。そう、してるとかな。なってるズボンがあるんですよ、うん、学生服の、はいはい、そう、昔ね流行った下手の、はいはい、僕の頃はもう下手はちょっと高すぎるんで、うん、もう時代がちょっと最後の方だったんで、はい、もうブランドがいっぱい出てるんですよ、そのはいはい、名前がボンタンに名前がついてるんですよ、はい、ありますね、なんか龍なんとかとか、ああ、なるほど、あ、違います、違います、あ、違いました、ヒロシのダチ3とか、ああ、なんかそのそういう感じ、ビーバップハイスクールの、うん、はい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 、トール2とか、うん、なんかビーバップハイスクールから全部名前がむちゃくちゃだったっすね、あの当時しかなかった、だから名前、そうです、いっぱいありましたよ、いっぱいあります、いっぱい、なんかジョニーなんとかみたいな、はい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 、もう大ありましたよね、なんか僕あれで、はい、あれ持ってました、クシと、はい、あのボタンのボタンのなんですか、ボタンの裏側を止めるやつ、チェンジボタンね、そうだからジョニーなんとかみたいな、そういうこと、何これみたいな、チェンジボタンマージャンパイでした、あ、まあですか、なんかもう覚えてもないですけど、ありましたよね、そういう
ことを、うん、結構やってましたね、刺繍入れたりとか、はい、刺繍入れたり、はいはい、そういうのが、そういう、そういう店が大山にあったんですよ、うん、なるほどなるほど、うん、はい、いや、よく、良き文化ですよね、良き文化、楽しかったですよね、でもまた来るかもしれないですよ、でも、うん、いや、あり得るんじゃないですか、いや、だって、いや、でも最近ちょっとまた俺暴走族よく見るんですよ最近、うん、あ、でもあれさ、旧社会じゃない、いや、わかんないです、なんかさ、おっさんなんだよね、もうなんか偉い、あの、いや、2、3台とかはよく、昔の暴走族の人たちが、はい、昔は楽しかったねって言ってやってるやつでしょ、あー、そういうことか、こなれなのかな、この間バイト先の近くで、はい、いきなりブブ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 っていうバイクがバーンって1時間くらい流れて、はい、ね、じゃあ何台いるんですか、本当に本当に結構やばかった、いや、僕見た時もなんか、あ、2、3台かなと思ったら本当50台ぐらいずっと続いて、こんないんのと思って、多分旧社会だったらありえですけど、最近の若いのじゃないんじゃないですかね、すごいことになってんじゃん、で僕らの時は暴走族16から18ぐらいだったでしょ、だってその若いですね、はいはいはい、まあまあ全盛期とかじゃないですか、はい、そういうか、みんなヘルメットちゃんとかぶってるし、あ、当時被らないじゃないですか、はいはいはい、信号ちゃんと守るし、みんな、はいはい、そのなんか多分社会的地位のある人とかも音出したいだけ、そう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 、だからそう、捕まるとかはごめんだけど、ルール守りながら、ルールは守りながら走ってますみたいな人が結構多いですよ。大きなあのサウンドシステムでレゲエ流すぜみたいな。ああ、そういうこと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 。テンションでやってる人たち、ね、はい、多分そっち側だと思うんですよね。なるほどね。いや、でも、でも、来そうな気がするんですけどね、また ね。あの、いや、今日から俺はとかが流行ったじゃないですか。ああ、はい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 、はい、ね。あの関係で、あ、ありえるんじゃないですか。また、あの、そういうの流行ったのかなとか思ってたんですけどね、ちょっと。じゃあもう、その流れにとって、ボンタンも来始めちゃう。ね、ボンタン来ちゃう。Q のチェンジボタンね、恋人募集中だった。恋人、あ、あったあった、そういうのあったっすね。でもまたね、うん、あの、し、あの、なんだっけ、湘南の方、また、開拓というか、はいはいはい、あの、いわゆるスラムダンクさんが、また流行り始めてるんですよ。はいはいはい、バスケの。スラムダンク、はい。そう。面白いですよね。湘北、湘北。いまだに面白い。いや、何回見ても僕なんか。面白いですよ。3、40回は。3、40週はしてますけど、してますけど、その漫画編してますけど、毎回の三井とかで泣けますよ。あ、三井、ね、安西先生、安西先生がしたいです。あそこでもう三井って泣きますよ、毎回。あれ漫画も名作ですよ、ね、そこの湘南の地域に中国人がバーって来てるっていうので、はい、またここら辺の地域の人たちが、なるほどね、勢いがあって。また湘南の勢いが危険ですね。湘南、湘南危険になりますね。湘南危険になりますね。はい、危険だなぁ。世の中危険なんですよ、本当。本当は僕がいつも、はい、最後にエンディングテーマということでカラオケを歌って、あ、そうですよね。終わる、なんかない、なんかないな。終わるんですけど、はい、今日機材トラブルで多分斉藤さん行けませんよね。ぶっつけで行ってみますか。はい、聞いてみたい。はい、ぶっつけで行きますか。あ、もうそんな聞くようなそんなことそうです、ただエンディングテーマでなるほどな、流すのもおかしいからなんか歌っちゃおうっていうだけの、はいはいはい、話なんで、なるほどなるほど、どっちマイク使う、それともこっちのマイクでいく、両方試してみようか、ああこっちか、あ、ミキサーの電源が入ってないですね、先週なかったから、ね、そうだよね、こっちこっちでこっちでこっちでキューさんがこっちでキューさんがキューさんはね歌うまいですよ、うん、僕なんかも電源入ってないけど、え、僕歌手なのに歌下手なんですよ。え、リオさん歌えたの？僕歌下手なんですよ。歌うまで売ってないから。これか。開いた。涙く。いけんのこれ？カラオケで。なんか。はい、歌うたいは歌うよ。音にこだわりある人ですね。暴走族の話だよね。いいですね。うん、そうそう、本当は Q さんがエンディングテーマやってるんですけど、毎回Q さんがあの最近大阪に引っ越しちゃったんで、うん、月1しか来ないんですよあ、そういうことなんですね、遠いんで遠い、遠い、遠いんでコメントは来るけど、そうです、そうですありがとうございます、だから月に1回は MC としているんですけど、なるほどなるほど、じゃあ行ってみます、はい、今日のラストソングということで、曲名は近藤真彦、お学んできましたね、はい、夕焼けの歌っていう、あら、はい、知らない、知らない、知らないでしょうけど、はい、にゃんにゃんで僕ね、はい、あの関さんが歌うと知ってたことないんですよ、なんかそれ古いですよね、知ってたことない、マイナーな、マイナーというか多分昔流行ってんだよ、多分世代が違うんだよね、ちょっとね多分ただロンジョンは知ってたけど、うん、
論調。これ論調。あ、入ってますね。バッチです、マッチですね。バッチじゃないです、マッチです。あ、行きましょうか。さあ、行けるかな、サイマン。サイマン。あ、サイマンです。顔消えちゃった、顔が。あ。ちなみに音は聞こえないです。ああ。フランスに、アカペラできますか？飛び出したガラクタの街、あんなに憎んだすべてが、やりきれずしみるのはなぜか。あ、来た。いきなり来たぞ。焦がれた夢さえまだ報われずに、人恋しさに泣けば、ゆらゆらとビールの街に広がる、あの頃と同じ夕焼け空、クソくらえとただアスファルト蹴りつけ、ああいいよ、春夏秋と。すいません、こんなもんで。どれ、今サビだったんですか、今。え、今サビだったんですか。今サビですね。サビだったんですね、はい。もうこんなもんで。全然知らなかった、この曲。知らないですか。ああ、すいません、すいません。いいお声でございます。ああ、もうありがとうございます。惚れ惚れする。まあ、ありがとうございます。この曲をもちまして、今日ちょっとなかなか延長しましたけど、そうですね、もう、あの40分なんで、はい、そろそろ終わろうと思いますんで、はい、最後に、パパと姫に登場していただいて、はい、お別れしたいんですが、いますから、ね、今日延長しちゃったんで帰っちゃったかな、いますか、ありがとうございます、すいません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 、なかなかと、なかなかごめんなさい、今日、姫。では、ありがとう、拍手ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちいちゃんがね、大歓喜の。ちいちゃん二人あって、すごい挨拶来てるじゃん。あらら、すごいすごいすごい。え、なになに、お金大好き。これは、目がドルになってる、ドルに。バーニラ、バーニラですよ。バーニラのシャツ。ああ。あの、そんなシャツ売ってんの？面白いね。本当だ。よくあの、トラックで走ってるやつですか？それそれ、はい、すごい。なんか、すげえ印象が強い。もうね、番組に、ね、持ってくるために買いました。素晴らしい。へぇ、スポンサーつけなきゃ。バーニラ、バーニラ、バーニラ。バニラ、お金払い良さそうですよね。ね、はい。と思います。振りがいいかも。もらいましょう、もらいましょう。はい、お金大好きって書いてある。お金大好きですね、これ。本日は、はい、約1時間半、はい、お付き合いいただきましてありがとうございます、はい。ありがとうございます。すいませんでした。また来週もやりますんで、見てください、お願いします。で、今日の、パパの一杯を聞いてから、今日は女芸人渡辺ルンルンちゃんが作ったオリジナルカクテルです。女芸人渡辺ルンルンちゃん。はい。芸人なんですか？さんの渡辺ルンルンちゃんが作りました。なんか見えないと怖いですね。怖いですよ。でも僕ちょっとね、作成シーンをチラッと見えた、チラチラ見したんですけど、はいはい、ここからここまで糖分でしたみたいな感じでした、ね、そこからもう先は見ない方がいいと思って見なかったんですけど、先はね、酒だけにっつって、はい、あ、なんかありました今。キャラゲさん、なんか言いました。いいんですよ、持っていってくださいよ、持ってください、持ってください、持ってください。パパのお店って、なんかあの女芸人さんとか今日遊びに来たんですか？いや、普通にキャストでいます。働いてるんです。なるほど、今日のはかなりやばいっていう。色がやばいんじゃなくて、色がね、ボトルの色なんですよ、この色は。そうなんです。まずデカビタの多分色、中の色が分かんないようになってるんですね。だから、あ、そういうこと。ちょっと見てみます、ちょっと見てみます。え、何これ、え、緑、もうギリギリ入ってる。表面張力くらい入ってるっすよ。なんか出してみたい。ピッコロ、ピッコロさん、あ、なんか、え、黒い、黒い、あー、わかる、あ、ほんま、あ、なるほど、糖分ね、なんか、最後の
墨汁の色が。そんな色ですか。色、墨汁、墨汁の。本当に墨汁でした。薄い墨汁の色が色をしてます。ね、黒いのなんか。怖っ。怖っ。あんま。一気するしかない。あ、甘い。え、匂いが甘い。綿飴をそのまま液体にしたみたいな。あ、そう。あ、そういう感じ、そういう感じ。最後、フラッとするかもしれない。するする。見た目は墨汁です。はいはいはい。いやもうだいぶ排気ガス吸った綿飴ですね。やばいっす。危険度が高い。おお。綿飴の匂いです。綿飴の匂い。綿飴の匂い。それではね、最後に、皆さんと乾杯してお別れしたいと思います。はい、お酒持ってる方はよかったら片手にグラスを持っていただいて一緒に乾杯しましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。今日はありがとうございました。じゃあ乾杯。お疲れ様です。すみません、ありがとうございます。乾杯。ありがとうございます。お疲れ。乾杯。氷が鼻に。ね、あれあれです。今氷飲んだそれ。いいよ、無理しないで。あ、全部飲んだ。ね、気になるよね。はい、顔がすごい。顔がすごい。全部飲んだ。すごい。うわ。うわあ、怖わ怖あ、珍しいですね。いや、過去一ですね。珍しい。あの、苦しそう。珍しく。キャンディーを溶かして飲む。ああ、きつい。ああ、きついきつい。トロトロのやつや。さあ、それでは皆様、おやすみなさい。また来週。ありがとうございました。お疲れ様です。ああ。